スローガンは躍進。本当に幸せを感じています。スローガンは躍進。本当に幸せを感じています。皆様お待たせいたしました。2022ヴァンフォーレ甲府オンラインキックオフパーティースタートいたします。本日司会を務めさせていただきますヴァンフォーレ講演会会長でシンガーソングライターの神戸斗真と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今シーズンは新型コロナウイルス感染症予防の観点から昨年に引き続きましてオンラインライブ配信にて実施をさせていただきます。オンライン配信につきトラブル等発生する可能性がございます。またインターネット環境によっては中継が一時中断してしまうという可能性もございます。何卒ご理解いただけますようご協力をお願いいたします。さてですね、本日はですね、ヴァンフォーレ甲府公式 YouTube チャンネルで生配信をしております。スマートフォンとパソコンやテレビをお持ちの方はパソコンやテレビの大画面でこちらの配信をご覧いただきつつですね、スマートフォンでコメントを投稿したり、また投げ銭スーパーチャットをして楽しむことができます。投げ銭というのはですね、配信をご覧の皆様がお手元のデバイスからヴァンフォーレに支援金をお送りできるですね、そういうシステムとなっております。面白いポイントであったり感動ポイント、または期待の気持ちを込めてなどお好きなタイミングで投げ銭をしていただけます。こちらですね、ぜひご協力いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。もちろん投げ銭は任意のものですのでご賛同いただけたらで OK でございます。投げ銭をしなくても配信はね見ていただけますのでどうぞご安心ください。皆様がご覧になっています配信画面の右側チャット欄というのがありますけれども、下の方にお金のマークですね、ドルマークがあります。そちらをタップしていただきましてスーパーチャット送信というところですね、そちらをねピッと選んでいただきますと次の画面で金額と支払う方法を入力するとそれで完了です。こちらは YouTube アカウントにログインすることで可能となります。Google アカウントをお持ちの方はとてもスムーズです。お支払い方法はクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、バンドルカード、そしてペイパルとなります。
現在もうすでにですね、配信始まっておりまして、もう早速ですね、投げ銭くださっている方いらっしゃいますね。ありがとうございます。そしてね、チャットの機能ですね、そのままいろいろメッセージを投稿していただけますと、折々ですね、こちらのメッセージもご紹介させていきたいと思います。どうもありがとうございます。天太郎さん、ワクワク楽しみです。ボビーと思いますさん、ボビーちゃんです。なんていうことでですね、本当に皆さんどうもありがとうございます。シントゥー、サイツさん、コークさん、神戸会長、今シーズンもお願いいたします。などなど、温かいメッセージ、どうもありがとうございます。今日はですね、様々な選手の方もご参加いただくんですけれども、まあ、このオンラインということでですね、本来でしたら昨年は、皆さん、選手の皆さんも、ヴァンフォーレの、オフィスに集まっていただいて、そこからの配信だったんですが、昨今の状況を鑑みまして、今日ご参加いただく選手の皆さんもご自宅であったり、また別々の場所から、それぞれ参加してくださいますので、感染症対策バッチリ取っておりますので、どうぞ皆様ご安心いただければと思います。ということでですね、オンラインキックオフパーティー、早速始まってきたわけなんですけれども、最初のイベントに入らせていただきたいと思います。今シーズンもこの2匹に熱く盛り上げていただきましょう。マスコットキャラクター、バン君、フォレちゃん、さらに2月より強化部アンバサダーに就任をされました、橋爪優輝さんによるマスコットショーです。バン君、フォレちゃん、そして橋爪アンバサダー、よろしくお願いします。キックオフパーティー、まずはじめにマスコットショーということで、バン君、フォーレちゃん、そして新しく就任した橋爪アンバサダーに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もコロナの影響でオンライン中継という形になってしまいましたが、皆さん見ていただいてますか？ YouTube を見ている皆さん、見ていただいているようで良かったです。橋爪が詰めてきてますね、勝負コースさんから。今年も勝負中地さん、ありがとうございます。あ、石井さん、ありがとうございます。今日は橋爪アンバサダー登場ということで、オンライン中継ではありますが、会社的には視聴率にもこだわっていきたいんですよ。お、そうですね、こだわっていきましょう。はい、あのドラマよりも視聴率取りますよ。え、何のドラマですか？あの有名なドラマといえば、じゃじゃーん、橋爪優輝。いやいや、ありません。誰が見たいんですか、そんなの。やられたらやり返す、恩返しだ。倍返しだね。相場、半沢直樹の相場は大体倍返しだなんですよ。なかなか恩返しする人いないし、恩返ししたらただでいいやつですから。あ、そうだよね。そういえば橋爪アンバサダー、吉田達磨監督にインタビューをしていましたけども、あれなかなか好評ですよ。あ、そうみたいですね。ありがとうございます、おかげさまで。橋爪アンバサダー、実はフォーレちゃんもインタビュアーになってみたいんですよ。はい、お、いいじゃないですか、インタビュアー。でも、できるんですか？入社20年目の営業部いじりが裏で当てれこするので任せてください。そういうことですね、わかりました。じゃあ、フォーレちゃんのイメージを崩さないようにお願いします。ヒーローインタビュー、ヒーローインタビュー、放送席です。いや、逆だね、それ。放送席、放送席、ヒーローインタビューですだよね。そうそうそう。では、放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日は橋爪選手に来ていただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いやー、こちらからはバックパスに見えたんですが、見事なゴールでした。いや、どんなゴールだよ。後ろに行って前に飛んでくシュートないでしょ。ズドンだよ、ズドン。打った感触はどうでしたか？いやー、打った瞬間、いったなーと思いましたね。あー、わかります。私、持った瞬間、いったのかーと思いました。なんで喧嘩腰なんだ、おかしいだろ。決めた瞬間はどんな状況でしたか？そうですね、荒木からのクロスを三平さんが落としてくれて、それをズドーンですね。うー、違います。なんで違うんだ。じゃあ何だったんだ。これでチームも3連勝ということで、チームの雰囲気はどうですか？いやー、最高です。違います。なんでだよ、だから。いやいや、インタビューはさ、チームの状況わかんないでしょ。橋爪選手もなかなか怪我が治らず苦しんだ時期もありましたよね。そうですね、そんな時もあったんですけど、まあ今日こうやって皆さんの前で結果を残すことができて、やっとチームの一員になれたと思ってます。
まあでもね、それを決めるのはチームの皆さんですから。いやいや、感じ悪。可愛い顔して感じ悪この犬。それでは今日ね、はい、スタジアムに足を運んでくれたサポーターの皆様に一言お願いします。皆さんの声援のおかげで今日勝つことができました。ありがとうございました。ではテレビを見ている皆様に一言お願いします。テレビ、ぜひスタジアムに来てください。どうもありがとうございました。ではラジオを聞いている皆様に一言お願いいたします。そんなコメント分ける必要ある？お願いします。テレビ見ろ、テレビ、うん、ではガーラジオを聞いている皆様に一言お願いします。いや一緒だよ。で、車についてるラジオだから。お願いします。あー、全然、うん、もうそれ、はい。ではサウナのテレビを見ている皆様に一言お願いします。なんでサウナなんだよ。サウナのテレビ、音出ないから。お願いします。もう上がれサウナ、もう。もうそれ以上十分。てかもうサウナ入るんだったら、サウナキャップ、これ着て、これつけて、それ新商品ね、新商品、これつけて整えろ。それいいね。ではですね、これを見ていないヴァンフォーレ甲府以外のサポーターの皆様に一言お願いします。いや、どうやってコメント届けるんだよ。届かねえ、見てねえんだから。ではですね、テレビの前で応援している橋爪選手が豊富な運動量でサイズを上下し、ボールのないところでの献身的なプレー、橋爪選手のサイドからのピンポイントパスにプロサッカー観戦の醍醐味を感じ、将来プロを目指そうとしている子供たちに一言お願いします。いや、急に真面目だな。一緒に戦えることを願ってます。待ってるんで一生懸命頑張ってください。そろそろお時間ですが、放送時間を延長してお送りいたします。いやいや、もういいわ。どうもありがとうございました。ダメダメ、継続。いやいや、無理無理無理。継続できない。継続。ですね、ではマスコット16年のバン君にアンバサダー歴1ヶ月の新米の橋爪アンバサダーにアドバイスをしていただきましょうって言ったら、なんかね、橋爪さん、はい、ツッコミ頑張って、アンバサダー頑張れ、ファッシーお疲れ。あ、でもなんかね、放送事故やんっていうの。いや、本当ですよ。てか、何アドバイス、バン君からの。そうですね、知らない知らない、聞いてない。あ、まず、はい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 、宣材写真が地味なので、あ、じゃじゃーん、こんな感じですね。地味ですね、本当地味、本当地味。何その俺の顔が地味みたいな、その言い方。本当顔が地味、はい。もっとアンバサダーっぽい華やかな宣材写真に変えた方が良いって言ってます。いや、華やかな宣材写真、これですね。じゃじゃーん。あ、こんな感じ。いやいや、そのね、ヒゲだけじゃ華やかになんないんだ。それもうね、独裁者か、加藤ちゃんだから。加藤ちゃん加藤ちゃん、加藤ちゃんって言うと、あ、バン君ペー、アホレちゃんペー、ハッシーちゃんペー。もういねえし、誰も。ひどいよ、これは。ひどいですね。似合わなかったな。もう少し、はい、橋爪アンバサダーの、はい、こうふわっとした雰囲気の方が、こう優しいね、雰囲気の方が似合いそうってバン君言っておりますが、いいですか、書いて。じゃじゃーん。どうですか、次は。いや、ちょっと待って。違う、ふわってそういうこと、これ、ふわって感じ、こういうこと、ふわって感じ、積み上げたものぶっ壊して。いやいや、スキマスイッチか、これ。なんか、ふわ違い、これ、ふわふわって感じ。じゃあもう、無茶ぶりがすごいよ。もっとふわって感じ。ちょっと待って、これ出てきたらもう一つしかないの。ふわって感じ。やっほー、みんな、フワちゃんだよー。やばい、今日バン君とホールちゃん来てる。めっちゃドキドキしてる。あー、心臓あんまドキドキしてない。無理無理、ほんとに、やだやだ。なんか沈めすぎ嫌がってるから、あ、まさに嫌がってるから、そこまで言うんだったら、いっそのこと自分でカメラマンになってみたら大丈夫です。じゃじゃーん。何、あ、はい、いいじゃん、こういうことね、こう撮っていけばいいってことでしょ、カメラで。線、あ、俺が、どういうこと、線の上、
なるほど、これが本当の戦場カメラマンです。違う違う、前の戦でよ本当に。これ最初神戸さん言ってましたよね、面白いタイミングでスーパーチャットって。さすがにこれ結構もう入ってますよね。でもなんかね、はい、面白すぎるアンバサダー、歌詞かわいい、 M1 出れるってあるけどね、お金があんまり出てない。いや、じゃあ面白いタイミングないってことでいいですか。あ、もしかしたら認められてないとか。認められてないですよね、やっぱね。あ、これはもうバン君とホールちゃんのせいですわ。こんな無茶振りしてくるの。いやいやいや、ただアンバサダーって真面目な話すると佐久間社長から直々に指示されて動くことが多いと思うんですけども、はい、なんか正直なんかしっかりできるのかなってバン君が不安がってるんですよ。いや、それはもう頑張ります。はい、ね、側近としてしっかりと役目を果たせるんですかって感じ。歴史的な観点で見ると牛若丸には弁慶、武田信玄には山本勘助っていう素晴らしい人物が側近としているんですよね。そうですね、まあそれに似合うように頑張ります。はい、はい、ぜひこうなってください。じゃじゃーん。いやいや、ちょっと待って、側近弱っ、ボロボロじゃん。矢刺さってるし、もう刀折れちゃってるし、これじゃ殿も安心して眠れないよ。もうちょっと支えられるように頑張りたい。そうですよね、橋爪アンバサダーには現場もフロントも一丸となって気持ちを一つにして支えてほしいんですよ、うん、というわけでバン君はこんな風に期待しています。じゃじゃーん。ちょっと待って、なんか見えてる、ホールちゃん。いや、ファイヤー、サイバー、ダイバー、タツマ、サクマ、ジャージャー、やかましい。無理無理、無茶振りがね、すごいの。ワタさんからアンバサダーで大変ね。でしょ。そうなんですよ。はい、ハシ、今年もよろしく、出たって聞きます。でも、はい、やはりアンバサダーとしてこうやってコメントくださっているようなサポーターの皆さんと選手の架け橋になってほしいなってバン君考えているんですよ。はい、それはいいことですね、うん、そういうわけでじゃじゃーん。いや、じゃじゃ、俺いらないよね、これ。俺いらないね。175センチの俺がこう橋になってたら別に渡る必要ないから、声通るし、なんならこうジャンプでいけるし、175センチぐらい。てかもうなんか架け橋じゃなくて橋だよ。どえ、ちょっと待って、どえらい空気にしてくれたな。あ、でもなんかね、すごいすごい号泣してる人がいる。違う違う、とっとこ橋だろって言ってる。ちょっと待って、何、俺ハムスターになった。ちょっと待って、どえらい空気にしてくれてるよ、これ。なんかね、今610円来ましたね、めぐみさんから。初めてかな、橋だけに。橋だけに、あ、橋だけに610円。橋だけど610円ね。840ではないと。あ、間違えた。ごめん、滑り逃げちゃった。滑り逃げって。そうですよね。そうなんですよ。でもごめんなさい、一瞬考えたから、絶対滑ると思ってました。はい、そしたらなんか今東京オリンピックやってるから滑るシーズンなんで大丈夫だよってイジリさんに言われたんですけど、いや、今ね、お互いの前で滑ってるのは、はい、北京に出てる選手と橋爪勇輝だけだよっていうふうに励ましたんですよ。だからもう土台が違うんだよ。滑って金メダルもらって嬉しい方だけど、俺の場合は金メダルもらって悲しい方なんよ、これ。、うん、いや、もう橋爪大好き。ありがとうございます、ありがとうございます。でもね、もういい、バン君とホールちゃん無茶ぶりすぎるから、マスコット交代、チェンジ、いりません、さよなら。チェンジチェンジ。15位なんで、15位なんでさよならしました。じゃじゃーん。いや、すごいの来た。すごいの来た、ひどい。ちょっと待って、虎年。はい、虎年です。年女、須貝選手や鳥海選手と同じ虎年のいじり、頑張ります。ちょっと待って、絶対違うじゃん、謝って。しかも辰馬さんとも同い年でしょ。そこにも謝って、しっかりと。大変申し訳ございません。そう、本当に。というわけでですね、
次はこっち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 というわけで、というわけで、はい、最後になりましたが、本気と書いてマジのヒーローインタビューを行いたいと思います、はい、放送席ヒーローインタビューです。今橋爪アンバサダーにこちらにお越しいただきました。こちら見ている幸福サポーターの皆様に一言お願いいたします。まあ、アンバサダーとして支えてくれているサポーターの皆さんと、選手、スタッフ、フロントスタッフ、その人たちの架け橋になれるように、一生懸命頑張りたいと思います。ちょっと待って、マスコットヤバすぎて可愛さないし強烈だし、全然嬉しさないの。もうバン君とホールちゃん戻ってきて頼む。ごめんさっきちょっと待って、バン君とホールちゃんテンション高すぎてまたなんか無茶振りされるからもう大丈夫です。いいですかもう神戸さんにお返しします。神戸さん現場から以上です。すいませんでした。初ので長野出身の滑り芸最高できてました。いや、すいません。はい、どうもありがとうございました。素晴らしいマスコットショーでした、今シーズンも気合い十分ということでね、一緒にヴァンフォーレ甲府を盛り上げていっていただきたいと思います。もう橋爪アンバサダーのですね、現役時代さながらの前を向いてのもう芸ポテンシャルを感じますね。やっぱりね、すごく面白かったです。そしてヴァン君、昨日のね、マスコット大運動会もお疲れ様でした。その勢いのまま、楽しい芸を見せていただいたんですけれども、フォーレちゃんとともに、ですが最終的にはいじりさんがみんな持っていくというですね、そういう流れが、これがもう様式日となっておりますけれどもね、皆さんお楽しみいただけたと思います。マスコットショーでした。ありがとうございました。それではですね、この後のプログラムに移らせていただきたいと思います。主催者を代表いたしまして、ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ代表取締役社長佐久間悟よりご挨拶申し上げます。はい、はい。ヴァンフォーレ甲府ファミリーの皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました代表取締役社長の佐久間でございます。本日は2022シーズンのキックオフパーティーに多くの皆様にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。また今シーズンも白馬様をはじめといたしますスポンサー様、行政の皆様方、サポーティングスタッフの方々や山梨県サッカー協会様をはじめとする多くの皆様方にはご支援とご協力を賜ることとなりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本来でありましたら本日のキックオフパーティーはこれまでの形式を変えて対面で行うことを準備しておりました。しかし年明けからのオミクロン株の感染拡大によって残念ながらリモートでの開催となり、誠に残念に思っております。また昨日さらに開催内容を変更させていただくということをお伝えいたしましたが、皆様には心からお詫びを申し上げ、またご理解を賜りたく存じます。このような状況下にもかかわらず、樋口雄一甲府市長様、内藤久夫宮崎市長様のご両名からは映像ではございますがご祝辞を賜っておりますので、後ほどご披露させていただきます。ご両名には厚く御礼を申し上げたいと存じます。今シーズンは吉田達磨監督に再登板をしていただき、 J1 から4チームが加わり短期決戦となる厳しいリーグに挑むことになります。清水と宮崎の2つでのキャンプではメディカルスタッフを中心に万全な感染対策によって順調に終えることができました。改めまして清水ナショナルセンターの皆様方と
宮崎県綾町の関係者の皆様方には御礼を申し上げたいと存じます。しかし冒頭にもお話をさせていただきましたが、甲府に戻ってきましてから急激に感染者が増加して、私自身も大変困惑をしているところであります。改めてチームに対して感染症対策への意識を徹底させなければと強く思っているところであります。チームは新たに重要な戦力として期待をしている新外国人選手であるブルーノ・パライバとレナト・ビスキー選手2名がですね、残念ながら入国規制によってチームに未だ合流することができておりません。両名には一日でも早くチームに合流することを願うばかりであります。しかし昨シーズン加入して急成長を遂げました若手選手と、今季加入した若手選手の活躍が成績の鍵を握るシーズンになるのではないかと思っております。もちろん昨シーズンの継続性を重視して若手、中堅、ベテランの日本人選手と外国人選手がうまく融合して、攻守において安定して戦う集団として皆様に歓喜をお届けすることができればと考えております。開幕前の現時点のチームの現状につきましては、後ほどですね、吉田達磨監督よりお話があるのではないでしょうか。ご期待をいただければと思います。クラブ経営につきましては最もダメージを受けているのが入場者数の減少であります。新型コロナウイルスの感染拡大が始まる2019シーズンと比較いたしますと、入場者数が未だに 50% 程度と回復が大幅に遅れているのが実情であります。クラブといたしましては引き続き安心安全なスタジアム空間をご提供させていただくということに努めまして、皆様方にはぜひお仲間をお誘いいただきましてスタジアムにご来場いただければ幸いであります。最後になりますが、クラブは魅力あるサッカーと戦う姿勢をお見せして、すべての皆様から信頼を得られるクラブ経営とチーム作りをお約束して、また本日ご参加いただいております皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしまして、私からのご挨拶をさせていただきます。今シーズンもどうぞよろしくお願い申し上げます。ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ代表取締役社長、佐久間悟さんからのご挨拶ありがとうございました。では続きまして今、佐久間さんからのお話にもありましたけれども、本パーティーのために激励のビデオメッセージを頂戴しておりますのでご紹介させていただきたいと思います。甲府市長、樋口雄一様、そして宮崎市長、内藤久夫様より言葉を頂戴いたしております。ビデオメッセージとなっておりますのでどうぞご覧ください。皆様こんにちは、甲府市長の樋口雄一でございます。 J リーグの開幕をいよいよ来週に控え、2022ヴァンフォーレ甲府オンラインキックオフパーティーが開催されますことを心からお喜び申し上げます。昨シーズンは勝ち点80を積み上げましたが、 J1 昇格にあと一歩届きませんでしたが、最後まで諦めず戦い抜いたその姿は、コロナ禍で暗い話題が多い中、私たちに勇気や元気を与えてくれました。そして今シーズンは約4年ぶりに指揮官に復帰した吉田達磨監督のもと、昨シーズン躍動した多くの若い選手がチームに残り、さらに8名の新戦力を加え、6年ぶりの J1 昇格に私やサポーターは大きな期待をしております。宮崎キャンプでは攻守ともに充実したトレーニングができたと伺っており、今シーズンのスローガンである躍進ユナイトフォーザネクスト
を合言葉に、開幕からハイレベルなパフォーマンスを存分に発揮をしていただきたいと思います。ヴァンフォーレは地域の誇りであり、その勝利が私たちの生活に活力をもたらしてくれます。私もサポーターの一人として、甲府市民やサポーターの皆様と共に、今シーズンも全力でヴァンフォーレ甲府を応援してまいります。結びに、一日も早くコロナが収束し、満員の個性のピッチで選手が躍動する姿が見られることを願うとともに、選手、スタッフ、サポーター、ヴァンフォーレ甲府に関わる全ての皆様のご健勝とご活躍を心から祈念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。今シーズンも頑張ってください。皆さんこんにちは。サッカーの町、韮崎市市長の内藤久夫です。よろしくお願いします。選手やスタッフの皆さん、吉田新監督のもと、今年は大いにチームワークを発揮していただきまして、ぜひ、一戦一戦も大切に戦っていただきたいと思います。それからサポーターの皆さん、昨シーズンはコロナ禍の中全力応援をしていただき本当にありがとうございました。今シーズンも皆さんと一緒に一丸となって応援をしていきましょう。そして J1 昇格を手に入れるようみんなで頑張りましょう。それでは今から韮崎市のキックオフをしたいと思います。キックオフは韮崎市のイメージキャラクターニーラにしていただきます。じゃあニーラ、今からキックオフだからね、頼むね。では韮崎市のキックオフを今から行います。じゃあニーラよろしくね。今年もヴァンフォーレ甲府よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、ご挨拶を、頂戴いたしました樋口様、そして内藤様、誠にありがとうございました。さてここからはですね、皆様お待ちかねの選手トークショーに入らせていただきたいと思います。直前の内容変更で大変申し訳ございませんでした。ですが今回はよりすぐりの選手の方、4名にですねご登場いただきまして、各選手のですね、10分間のトークショーをさせていただきたいと思います。バンクラブ会員の皆様には事前に選手の皆さんへのですね質問を募集させていただいておりました。ご応募いただいた質問の中から数名の選手をピックアップさせていただきまして、この配信で選手の皆さんにお答えいただきたいと思います。なお本日登場されない選手へのご質問はですね、後日バンクラブ公式ツイッターにて回答させていただきます。質問を選ばれた方には選手よりニックネーム入りのサイン色紙を後日プレゼントいたしますので、どうぞお楽しみになさってください。では準備が整ったようですね。トップバッター、背番号7番荒木翔選手、この時間お話伺っていきたいと思います。荒木選手こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、呼んでほしいあだ名ということも含めてですね、自己紹介お願いできますか。背番号7番荒木翔です。あだ名は特にないんで、まあ、自由に呼んでくれたらいいかなと思います。はい。なかなかね、ニックネーム、普段はチームの中では皆さんにどういうふうに呼ばれるんですか。やっぱりショーって言われることが多いですか。でも基本ショーですね。はい。なので、サポーターの皆さんも荒木選手のことを、翔くん頑張れとかね、いろいろとそういうふうに応援されていると思うんですけれども、まずはキャンプですね、清水、宮崎でのキャンプお疲れ様でした。開幕まであとちょうど1週間後ということになってきましたけれども、荒木選手の今の、体のコンディションですね、調子はいかがですか。すごく状態はいいかなというふうに思います。はい。キャンプ中もいろいろとね、やはりこう調整をされて、そして来週、いよいよね、来週の開幕に向けて、
少しずつ、まあ、整えていってる状態ではあると思うんですけれども、まあ、結構雪も降りまして、まあ、寒い日も続いております。またね、今日も心配なところではあるんですけれども、実際問題、この冬の時期ですね、開幕今年非常に早くなっていますけれども、春先と比べて冬場のこうコンディションの整え方というのはまた普段違うものなんでしょうか。まあでも昼間と朝とか夜の温度差っていうのがすごくあるので、はい、まずは風邪をひかないこと、はい、まあ、今のご時世風邪をひいたらコロナだなんだっていうのなかなか大変でバタバタしちゃう部分もあると思うので、まずは風邪をひかないことと、まあ、コンディションの部分で言えば怪我をしないことを優先的に考えながら、はい、まあ、少し違和感があったりしたらすぐトレーナーの方と話しているようにはしています。そうですよね、なかなか今風邪をひくというのがね、非常にこう、まあ、センシティブな部分もありますので、そこの部分怪我だけではなくて大変だとは思うんですけれども、まあ、皆さんね、一生懸命努力をされて、そして感染症対策もしながらのいろいろな部分での練習になると思いますが、キャンプ中ですね、皆さんこうクラブの印象、今年もね、また新たな選手もたくさん加わってくれていますけれども、雰囲気どんな雰囲気だと、特に今年またね、荒木選手は副キャプテンですけれども、そういった立場からも含めてどんなチーム今年出来上がっていますか。まあ、昨シーズンから選手が多く残ったっていうこともあるんですけど、はい、まあ、すごく去年のいい雰囲気から、継続してすごくいい雰囲気出てきているのを感じてますし、まあ、新加入の選手もすごくフランクに、はい、みんなと話してくれてるなっていうのと、なので全然僕とかがなんかするっていうよりかは、みんなこうスムーズに新加入の選手もチームの輪の中に入ってくれてたので、すごくいい雰囲気でトレーニングもできたのかなと思います。はい、またですね、荒木選手は綾町での宮崎でのキャンプ中もね、すごく楽しそうな様子というのも YouTube の、放送の中からも、我々も感じ取っているんですけれども、石を投げるやつですね、非常にうまかったなと、ああいったところのこうみんなでこうオフの時間を楽しんでいる姿を見るのをサポーターとしてもとっても何かほっとするというか、和む癒される部分があるんですけれども、あれなんか今年やっぱり参加してみたいなっていうのは去年の配信を見てから思ってたことだったりするんでしょうか。いや特にそんなことはなかったんですけど、はい、そのキャンプの宿舎の部屋で三平さんと川ちゃんと隣の部屋だったので、はい、僕と二木の部屋で、まあ隣同士の部屋だっていうこともあったし、はい、その練習終わってからとかもよく三平さんとか川ちゃんたちと話してた部分もあったので、はい、そういった時に今年もやるよって話だったので、はい、じゃあぜひ僕と二木誘ってくださいっていう話だったので、メンバーになりました。はい、見事今年の王者になられておめでとうございます。ありがとうございます。はい、まだご覧になってない方はぜひですね、その放送をご覧になっていただきたいと思うんですけれども、ですね、選手の皆さんにサポーターさんからの質問届いていますので、そちらにお答えいただければなと思います。荒木選手への質問ですね。まずはリエコさんからです。試合後の集会の時やバス待ちの時に、手を振ってもらいたいです。笑顔が見たいです。どうしたら手を振ってもらえますかということなんですけれども、バス待ち、そうですね。皆さんいろいろゲーフラであったりとか、様々なものをこう持たれて、こっちを見てっていうね、そういうことあると思うんですけれども、どういうふうにすると荒木選手から、まあ、手を振ってもらいたいなみたいな、わかりやすい感じがいいんでしょうね。そう、だからちょっと皆さん、そうですね。僕、あんまりこう、スタジアムこう歩いて、回って歩いてたりとか、はい、そういった時に何ていうんですかね、自分の名前を探してなくて、結構こうずっと亮平君の背中をずっと歩いてたり下向いてたりっていうのが多かったので、はい、ただ今年はなるべく探すようにしたいなと思います。ねえ、荒木選手もうね、人気のある選手ですからね、ぜひぜひ手を振ってあげてください。続いての質問はゆいさんからです。今シーズンから7番を背負うことになりましたが、7番を背負う意気込みをぜひ教えてほしいです。
今シーズンも荒木選手のユニフォームを着て応援に行くので、私も一緒に7番を着させていただきますということですが、7番といいますとヴァンフォーレの7番、やはり石原勝也さん、いらっしゃいましたし、かなり重い番号だと思うんですけれども、この意気込み、この背番号7番っていうのは荒木選手が志願をされたんですか？最初は佐久間社長とあと海野会長の方から、はい、つけてほしいっていう打診をもらいました。お、その番号の重みっていうのも知ってましたし、ずっと和也さんがつけてた番号っていうのも知ってました。なのでなんか必然的にクラブの中で重い番号であるっていうのはすごく感じてましたし、このクラブに残る決断をした時からそういった番号をつけたいなっていう思いも多少なりともあったので、そういった打診を受けた時にはクラブからの期待というかっていうのもすごく感じましたし、はい、中心になってやるからにはそういった番号を背負って戦う姿勢というのを見せたいなっていうのもあって7番をつけさせていただくことになりました。はい、非常に大きな期待度、これがね番号にも表れていると思います。また荒木選手にも甲府のレジェンドになってほしいなとサポーターみんな願っているところだと思うんですけれども、そんな荒木選手、やはり活躍の一つポイントとしましてここがあると思います。日向さんからの質問です。荒木選手は試合中ずっと走っていますが疲れないんですか？僕もずっと走れるようになるにはどうしたらいいですか、ということで、運動量本当にサイドのポジションですから要求されるところであるというのはもちろんですけれども、それでも荒木選手本当にいつも頑張って走ってらっしゃるなと思うんですが、そのスタミナの秘密、秘訣ってどんなところにあるんですか？僕は学生時代、高校大学ってすごい走らされてた、練習の中ですごく走ってた学校にいたので、はい、そういったところで基礎体力っていうのはすごいついたかなっていうのを思いますし、あとは試合に出続けっていうことでやっぱその慣れっていうのもあると思いますし、あとはこうチームメイトが必死に走って戦ってる姿を見ると、やっぱり自分も頑張らないといけないし、疲れたとか言ってられないなっていう思いと、そういった面でももう一回疲れた時でもパワーが湧いてくるような時はすごい試合の中で感じます。はい、それが今ね声援は送れないですけれども、サポーターの力であったりとか、そういうことになっていけるように、サポーターとしてもね頑張っていきたいなと思いますので、今年も縦横無尽に走りまくり、そしてクロスも上げ得点を決めるというかっこいい荒木選手の姿期待しております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、まずはですね、背番号7番荒木翔選手のインタビューをお届けいたしました。続いての、選手の方をご紹介させていただきたいと思います。今年からヴァンフォーレの一員として加わってくださいました、ミッドフィルダー背番号26番石川俊樹選手です。石川選手と、今つながっていますでしょうか。石川選手こんにちは、聞こえますか？はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそ甲府へいらっしゃいました。本当に嬉しく思っております。まずはですね、また自己紹介ということで、ご自身のことどんなあだ名で呼んでもらいたいかなども含めまして教えていただけますか？はい、はい、26番、石川俊樹です。大宮ルディージャから、加入しました。俊樹と、呼ばれてます。はい、もうそのまま、俊樹さんということで、石川選手はですね、キャリアも豊富の選手でいらっしゃいますので、チームに入ってもちろんピッチ内もそうですが、ピッチの外でもいろいろと求められる部分もあると思いますし、またですね、その経験をどのように若い選手たちに伝えていくのかというところでも、非常に我々本当に、ね、期待をさせていただいているんですけれども、まずですね、石川選手、ヴァンフォーレに対してのイメージで今までということで、入団会見の時にもあったんですけれども、ヴァンフォーレを対戦相手にするのは非常に苦手意識があったと、僕らにとってはとても嬉しいコメントを残してくださいましたが、ヴァンフォーレ、どんなイメージだったかまた改めて教えていただけますか？はい、僕自身本当に
なかなか勝てなかった印象というか、はい、本当にチーム一体となって、戦ってて、本当に点を取るのがすごく難しいチームだったというイメージが強いです。はい、あの堅守甲府というね、あの守備から入っていく体制もしばらく続いていましたし、まあ、そういった意味でも対戦相手としてなかなかやりづらいと、またあの個性の雰囲気というもの、そこがね、あの結構やりづらいんだよというアウェーチームの選手のお話を聞くこともありましたけれども、スタジアムとしての個性、そしてあのサポーターの皆さんの雰囲気というのは今まで外から見てどのように感じられてましたか？そうですね、本当に、地域の皆さんが、本当に選手を後押ししている力がすごい強いなと、感じましたし、本当に、さっきも、言いましたけど、本当にスタジアム、あのスタジアムで勝ててないんじゃないかっていうぐらい、毎試合、まあ、対戦相手としてもそうですし、ファン、サポーターの皆さんの、後押しの強さというか、そういうのもあって、アウェーチームからしたら本当にただただ戦いづらい雰囲気というか、はい、本当にファン、サポーターの皆さんと、チームが、一体となって戦っているなという印象でした。はい、一体感というもの、それをね、感じてらっしゃったと、その一体の中に、今年は石川選手も一緒に加わってくださる、そこで我々もさらに後押しをしていくわけなんですけれども、今キャンプがありまして、キャンプがずっと続いていたこともあって、なかなか山梨での時間というものをようやく始まったかなというところだと思います。キャンプ中にもいろいろな他の選手の方に山梨の、場所、スポットとかもね、教えていただいたりなんていうこともあったと思いますが、山梨での生活本格的に始まってみて、山梨の印象はどうでしょうか、いかがですか？そうですね、本当に、まだ、実質1週間ぐらいなんですけど、はい、まあ、編集に結構聞く話ではありますけど、本当に住みやすくて、はい、すごく居心地がいいというか、はい、生活していく上で、うん、まあそうですね、子供も僕自身いるので、すごくいい環境だなと思います。はい、あの、様々な子供が疲れるぐらいの公園をということで、どんどん情報が入ってくると思いますので、はい、いろんなところにお出かけいただきたいなと思いますが、そんなキャンプの中でのいろんな方とのコミュニケーションもあった中での今の石川選手ご自身のコンディションはいかがですか？そうですね、キャンプ中もそうですし、試合を、重ねていくにつれて、僕自身のコンディションも上がってきましたし、選手との、コミュニケーションだったり、連携の部分だったりという部分も、本当に、良くなってきているので、まだ、良くなっていくと思いますけど、今の段階では本当に、体も、メンタルも、いいところに持ってきているのかなと思います。はい、あの中盤の要としての、ね、活躍心から期待しております。そんな、石川選手にですね、質問届いておりますのでお答えいただければと思います。はい、みんなの母ちゃんさんからです。クールなイメージでしたが、バン君帽子とポーズをノリノリで撮影したと聞いて好感度爆上がりしてます。さらなる無茶ぶりにも答えられるタイプですかということですが、石川選手本当に真摯な方で、いろいろなね質問とかに対しても、まあこの方ちゃんとされてるなとみんな思ってると思うんですが、無茶ぶりというもの、結構あのマスコットショーもご覧になって思ったと思うんですけれども、どうでしょうか？そうですね、僕自身結構恥ずかしがり屋ではあるので、はい、まあ、過去に在籍した橋爪さんみたいに、うまく答えられるかはちょっと、難しいかなと思いますけど、はい、僕自身ができる限りは、はい、はい、やりたいと思います。いや、そこもね、これからどのようにキャラクター、また引き出しがね、どんどん増えていくのか楽しみなところです。続いては、ゆういちさんからです。石川プロに質問です。プロといえばという話題ですね。ゴルフの話題ですよ。ゴルフのスコア100を切るにはどうすればいいでしょうか。練習ではいい感じですが、本番だとスコアがまとまりませんと。
石川選手ゴルフが趣味だと伺っていますけれども、ゴルフを100切るには、これはどういうふうにしていけばいいかって、なかなかいきなり専門外なのかどうなのかということですけれども、いかがですか。そうですね、僕自身毎回超えるわけではなく数回しか超えてないので何とも言えないですけど、やっぱりグリーン周りが大事かなと思います。なるほど、最後の締めの部分、はい、ということですね。はい、はい、そこはやはりメンタル面というのも大切だと思うんですが、心を整えるために石川選手普段からやられていることとかはありますか。そうですね、私生活では特に何もやってないですかね。そうなんですね、はい、はい、ルーチンワークがあったりとか、そういうこともあまり気にされないですか。そうですね、逆にそのルーティンを、はっきり作ってしまうとそれにとらわれてしまって、はい、逆に不安になるタイプなので、はい、大まかなというか、まあ、スパイクを左足から描くとかそういうのはあるはあるんですけど、その絶対にこれをしなきゃいけないっていうのを作ってしまうと、できなかった時とかできない環境だったりした時に、なんかずっと気にしてしまうタイプなので、はい、ちょっと作らないようにしてます。逆に自然体がいいと、そういうことなのかもしれないですね。はい、はい、では続いてはゾウちゃんさんからのご質問です。ヴァンフォーレ甲府のトレーニング環境で何か驚いたことはありますか。三平さんの言動は除くというふうに、書かれていますけれども、どうでしょうか。今までさまざまなクラブでさまざまな経験されていると思いますけれども、ヴァンフォーレ甲府の練習環境というのはいかがですか。そうですね、ここ数日、山梨以来グラウンドで、練習あ止まった練習を、したんですけど、そこの、まあ、雪が降って、結構積もっていたんですけど、まあ、僕は見てはないんですけど聞いた話で、スタッフの方々が、多く来ていただいて、練習前に雪かきをしていただいて、本当に選手をすごい支えてくれてるんだなっていうのを改めて実感しましたし、そういうのを本当に会社の皆さんがバックアップというか本当に支えて常に支えてくれる存在なんだなっていうのが、ここに来て、まあ、外から見てても、そういうクラブだなとは思ってはいたんですけど、改めて実感しました。はい。まあ、その地元の力といいますか、皆さんの気持ちで、いろいろなところでね、ヴァンフォーレ、やはりこう温かさを感じていただけると、すごく我々としても嬉しいなといつも思っているんですが、様々なところで様々な方と、触れ合う機会がとても多いクラブだと思いますので、ご家族で石川選手も公演などお出かけの際にね、絶対声かけられること多いと思うんですよ。ぜひね、そういったところも楽しんでいただけたら嬉しいなという感じなんですが、公演についての情報がですね、チャット欄に実はたくさん今書かれていまして、はい、石川選手にここ行ってみてくださいという公演が、例えば不動機の丘だったり、フルーツ公園とか、はい、シルクの里公園などなど、はい、もうさまざまなレジャー情報のようにですね、はい、たくさん書かれていますので、よかったらぜひ後ほど目を通していただけたらと思います。はい、ぜひスクリーンショットして保存したいと思います。はいはい、そして足を運びください、はい、この時間は背番号26番ミッドフィルダーの石川俊樹選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、チャット欄の方にもですね、皆さんたくさんのメッセージどうもありがとうございます。石川選手へのね、そういった
場所の情報、本当にね、石川選手喜んでくださっていると思いますし、また荒木選手への、ね、熱いメッセージも、たくさん届いています。水切りチャンピオン荒木選手に対して、水切りの際にもレフティーだったりとか、そうですね、本当に左利きなんだなということを、僕も動画を見ながら思ったんですけれども、いろいろな配信ね、今年もワンフォーレされていますので、たくさんご覧いただければと思います。YouTube 登録者数が、間もなく1万人ということですので、登録まだの方はヴァンフォーレのチャンネル登録していただきたいと思います。では続いての選手の方ですね、もうすでに準備整っているようですのでご紹介をさせていただきたいと思います。背番号16番ミッドフィルダーの林田浩也選手です。林田選手よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今年からの新加入の林田選手なんですけれども、まずは自己紹介と、そして、またご自身のあだ名ですね、教えていただければと思います。16番林田浩也です。まあ、あだ名は下の名前で浩也って呼ばれたり、まあ、リンダっていう人も中にはいます。なるほど、林田さんだからリンダということですか。それ音読みでってことですね。そうですね、はい。なるほど、それは結構流行るかもしれないですね。リンダはかなりキャッチーなニックネームだと思うんですけれども、はい、林田選手の、いろいろと今までの会見であったりを拝見していまして、今もそうですけれども、とても笑顔が素敵な方だなと思うんですよ。その笑顔で癒されるサポーターさん今年ね増えそうだなというところなんですけれども、ただお話を伺っていますととても冷静な方だなと思うんですが、中盤のポジションで、まあ、ボランチということですけれども、普段プレーをする中で心がけていることってどんなことがありますか？心がけていることはもう本当自分ができる当たり前のことを淡々とやるっていうことで、まあ、何か特別なことをしようとかじゃなくて、まあ、自分ができる基本的なことをもうミスなくやろうっていうふうに心がけてます。はい、またご自身のプレーの中で一番ここを見てほしいなという部分、どんなところでしょうか？そうですね、あんまり目立つようなプレーはしないですけど、まあ、誰よりも走ることだったり、まあ、ハードワークする部分っていうのを見てほしいですね。はい、ハードワークということで言いますと、ご自身がリスペクトされている選手というお名前の中で、稲垣翔選手の名前が上がっていました。稲垣選手も日本代表としても、ね、活躍されるという、ヴァンフォーレ出身で本当に今、ね、華々しいキャリアを積まれている選手だと思うんですけれども、稲垣選手も非常に運動量のある選手でした。林田選手の目指されているそのプレイヤーとしての姿で、この運動量というところ一つ、キーポイントになってくると思いますが、今までも様々なところで様々な、こう、いろいろなチームのね、ピンチなどを救ってくることもあったと思いますが、ご自身のキャリアの中で一番印象に残っている試合ってどんな試合がありますか？いや、なかなかたくさんね、試合をこなされているのでっていうのはあると思いますが、どうでしょうか、何かご自身のキーポイントになったようなタイミングとかあったと思うんですよね。もちろんプロを目指されるっていうのは相当覚悟が必要だと思うんですが、どういったきっかけでもう本当にプロになっていこうと思ったみたいな、そういった時ってどんな時がありましたか？いやー、なんか大学時代もちょっと多くの試合に出すぎて、あんまりこれっていう試合はないんですけど、まあ、やっぱそれこそ大学のデビュー戦、1年生の開幕戦とかは、その関東リーグの舞台を経験して、まあ、ここで活躍して絶対にプロになってやろうっていう思いはありました。はい、いやもう最初からじゃあプロを目指してということで、そして見事にヴァンフォーレの一員になってくださいましたけれども、キャンプですね、まあ、プロ入り初のキャンプでしたが、大学時代と比べてプロのキャンプというのはやはりかなり印象としては違うものなんでしょうか？ハードさであったりどうでしたか？いや、ヴァンフォーレの特徴として結構若いっていうのがあると思うんですけど、そうですね、はい、なんか練習の雰囲気とかも結構大学の延長上にある感じがして、そんなに大きな差は感じなかったですね。
ああ、そうなんですね。それはでも林田選手の実際フィジカル面であったりが優れてるからということももちろんあると思うんですが、ではキャンプ、もちろん充実のキャンプになったと思います。今のコンディションはいかがですか？そうですね、本当個人目標にも掲げたように怪我なくやるっていうところで、まあ、その大きな怪我もなくしっかりコンディションをいい方向に保ってやれてるかなとは思います。はい、中盤の、ポジションになりますけれども、かなりですね、もういろいろな選手が、まあ、激戦区のポジション、まあ、どこもね競争はあると思いますが、まずは試合に出てというところになると思います。いろいろな高い目標を持たれていると思うんですけれども、今年のご自身の目標を教えていただけますか？そうですね、まずは A 契約を目指して頑張りたいです。なるほど。これは試合にまずは出ないと A 契約というのは取れないということになりますよね。出場をどんどんしていただいて、そしてというその先 A 契約、まずはまあ1年目、まあ、そこからというのは非常に堅実なところだなと思うんですが、慣れない環境の中で、ご自身の、ね、どんどん高みを目指していかれることになる林田選手への質問も届いていますのでご紹介をさせていただきます。S65 さん、ありがとうございます。初めての山梨とのことですが、ここまでの山梨での生活で何か山梨のいいもの、またいい場所を見つけましたかというご質問です。まだなので山梨生活は石川選手のようにそんなに長くないと思いますけれども、お出かけとか今行きづらいですか？どうですか？そうですね、僕まだ車がなくて、きついですね、自分一人で、ね、はい、移動できる状況ではないんで、はい、まあ、まだ本当近所のご飯屋さんとかしか行けてないですね。車でもそれでも買い物とか行くときあると思うんですけど、その場合は誰か仲のいい選手の方とかに乗せてもらってる感じですか？そうですね、練習の帰りに連れて行ってもらったり、あと自転車で自分で買い物に行ったりです。ああ、自転車でね、そうですね、はい、まあ、それならね、いつでも行けると思いますが、今一番仲良くしてもらってるというか、なんか面倒を見てくれてるよみたいな選手の方ってどなたがいらっしゃいますか？同期の飯島陸くんですね。ほうほうほう、あ、なるほど、やはり同期同士で仲がいいっていうことです、はい、そうです、いや、はい、そうなると、あ、なるほど、飯島選手は運転されるんでしたっけ？はい、ね、なんか確かドライブがお好きだなんていう話もありましたし、なるほど、そこでね、非常にストレス解消になっていけるとまたいい関係なのかなというふうにも思います。これからどんどんいろんなとこ遊びに行ける、ね、タイミングになったら行っていただきたいと思います。続いて石さんからのご質問は、いつもニコニコしている印象ですが、機嫌が悪くなるときはありますか？もしある場合はどんなことが原因ですかということですが、本当にいつもニコニコされているという、今のところでもうそういう姿しか、僕ら拝見してないんですけれども、どうですか、心はいつも平安な感じなんですか？やはり。そうですね、あんまり機嫌が悪くなるとかはなくて、はい、まあ、結構なんだろう、自分の気持ちの浮き沈みがないように、まあ、上もなく下もなく一定に保つようにはちょっと心がけてます。笑顔の秘密というか、やはりこう育った五感環境といいますかね、ご家族もじゃあいつもかなり笑顔にあふれる、そんなご家庭だったんですか？いや、どうですかね、僕一人でなんかニコニコしてる感じだと思います。あ、そうなんですね、はい、いや、それはでも笑顔はね、周りの皆さんも幸せにされると思いますので、いつまでもね、その、まあ、リンダスマイルというんでしょうかね、見せていただきたいなと思うんですが、ではですね、最後のご質問になります。ゆうさんからです。今季加入していきなりセンターバックに挑戦しているとのことですが、ボランチと比べてここが面白いと思う点はありますか？またこれまでのサッカー人生でディフェンダーの経験はありますかということですが、そうですね、ちょっとチーム事情としまして、センターバックへの挑戦というものも今あると思いますけれども、こちらに関してはいかがでしょうか？そうですね、最初コンバートされた時は、まあ、驚きがあったんですけど、まあ、いざやってみたら結構面白いというか、はい、ボランチやってたからこそなんか自分のなんだろう特徴を出せる部分もあって、まあ、逆にボランチよりは視野が見えやすいんで、はい、まあ、そのボールを受
ってる時だったりに、まあ、ちょっと余裕を持ってプレーできるかなっていうのはあります。なるほど、まあ、一番後ろのポジションになりますので視野も広がると思いますし、またそれがボランチの経験としても生きてくるみたいな、きっとそういう相互効果みたいなのもありますよね。はいはい、あのセンターバックとボランチのポジション両方をこなす選手、ヴァンフォーレですともう山本秀臣選手もいらっしゃいますし、山本選手から受ける影響というのもやはりありそうですか。そうですね、うん、いや、さまざまなことをですね吸収していただいて、もういろいろな場面でチームをぜひ助けていただければなというふうに、そしてご自身のさらなる成長も我々祈っております。この時間、林田選手にお話を伺いました。林田浩也選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、林田浩也選手へのですね、あのメッセージもたくさんツイッターで、コメントでも届いていますけれどもね、雰囲気がいい証拠ですということで、あの本当に林田選手、笑顔がね素敵な、そして周りの方ともねいいコミュニケーションを取られていると思います。第二の稲垣翔となることを期待していますなど、本当にね皆さんこいつは化けるぞなど、期待がたくさん込められている、そんな選手ですよね。では続いての選手をご紹介させていただきたいと思います。背番号2番ディフェンダーの須貝秀弘選手です。須貝選手、準備よろしいでしょうか。須貝選手聞こえますか。今ですね、はい、あ、ちょうど、繋がったところですね。須貝選手、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。須貝選手は、地元のご出身ということもありまして、様々な場面でのですね、こう、活躍、そして、注目度も非常にもうずっと高い選手の方でいらっしゃるんですけれども、改めて、自己紹介をお願いいたします。あだ名があれば、ぜひそちらも教えてください。須貝選手がちょっと今いかがでしょうかね。ちょっと電波の状況などでしょうか。止まってしまっていますか。大丈夫でしょうか。今ですね、ちょっと私の方でも、はい、止まってますよね。はい、固まっていると思います。少々お待ちください。須貝選手、つなぎ直していただく感じになるでしょうかね。ズームの方でも、はい、一度ご退出をいただきまして、もう一度入り直していただくことになります。全員オンラインで行っておりますので、申し訳ございません。少々お待ちください。まあ、なかなかですね、今日は、現場にみんなで一緒にいる中で配信ができれば、こちらもね、オンラインの配信も少し難易度が下がる部分もあるんですけれども、ほぼ、皆さん違う場所からの配信の参加ということになっておりますので、申し訳ございません。少々お待ちください。また須貝選手入っていただきました。入り直していただいたので、すいません。はい、いかがでしょうか。大丈夫そうですかね。はい、失礼しました。はい、大丈夫です。すいません。はい、では改めてになりますけれども、自己紹介、あだ名もあれば教えてください。お願いいたします。ヴァンフォーレ甲府2番の須貝秀弘です。あだ名はヒデです。お願いします。はい、須貝選手は地元のご出身でもいらっしゃいまして、これからのヴァンフォーレを背負っていく、そんな存在にどんどん、ね、大きくなっていっていただきたい、そんな選手なんですけれども、プロになられてかなりですね、もうキャリアも積まれたと思います。去年もご自身数字の上でも結果を出されましたけれども、それを超えていく目標が今年あると思いますが、今年の目標をまず教えていただけますか。そうですね、まずはそのチームとしてはやっぱ J1 昇格っていう目標があるので、まずはそこに向けて全力でやるっていうのはそうなんですけど、やっぱ個人としてもやっぱ去年は1ゴール1アシストしかできてないんで、まあ、それ以上にもっともっと得点アシストっていうのをできるように、まあ、しっかりプレーしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、まあ、しかというふうにおっしゃいましたけれども、それでもやはりプロの世界でいきなり、それだけきちんと数字を残されるというのは、まあ、素晴らしいことだと思うんですよね。で、同じポジション、サイドのポジション、こちらもね非常にライバルも多いと、まあ、だからこそ、競争のしがいがあってみんなで切磋琢磨していける部分もあると思うんですが、同じポジション同士の選手の方というのはチーム内では他のポジションの方と比べてなんかより仲がいいとか、そういうようなことっていうのあるんでしょうか。特にそういうのは関係ないものなんですか。そうですね、でも仲がいいっていうよりは
まあ、いい関係ではあると思うので、はい、そのお互いがこうやっぱりお互いの特徴がありますし、まあ、それぞれの良さっていうものがあると思うので、まあ、その、まあ、本当にいいライバル関係でもあるので、はい、しっかりあのいい関係ではあるかなっていうふうには思ってます。はい、あのそれぞれの選手の方が、一番こう得意とされるプレースタイルというものがあって、それが試合の流れによって例えば使われる順番とかが変わってくるなんてことはね、きっとあると思うんですけれども、菅井選手が一番ここをあの見てほしいぞというところ、今年はどんなところですか？まず攻撃の部分ではその1対1の仕掛けであったりとか、あの自分の運動量を生かしたやっぱ攻撃参加っていうのは売りなので、まあ、そこは見てほしいのと、まあ、守備のところではやっぱ1対1の対人の強さであったりとか、その球際の強さっていうのは、まあ、自分の武器であるので、まあ、そういったあの攻守において、まあ、しっかり見てほしいなっていうのを思ってます。はい、守備面でいうと菅井選手のところで相手選手を止めることができると本当にね、まあ、高い位置からのショートカウンターであったりとか、選択肢も広がってくるという、ね、部分もあると思いまして、でそこから前へ向けてご自身でボールを運ばれることもあると思います。あの毎年やはりですね、戦術というものも変わってくると思いますが、今年から吉田監督になりました。吉田監督になってご自身の中で意識が変わった部分とかはありますか？まあでもそこまで去年とサッカースタイルっていうのは、まあ、変わってなくて、はい、まあ、それプラスやっぱ切り替えの部分であったりとかっていうのは、まあ、すごい監督から言われてるんですけど、まあ、個人としてはやっぱキャンプ中もしっかりサイドで起点を作ってほしいっていうふうには言われてたので、はい、まあ、しっかり幅を取りながらも、まあ、ボール受けた時にやっぱ自分の力で打開するっていう力をやっぱりどんどんつけていきたいなっていうふうには感じました。なるほど、そのあたりもですね、非常に注目して我々見ていきたいなと思うんですが、菅井選手へのまた期待の込められたご質問たくさん届いていますのでご紹介させていただきたいと思います。まずは桃岡さんからです。いつも応援しています。山梨県出身である菅井選手が98年組の6人で出かけるなら山梨のどこへ、連れて行きたいですかということです。まあ、同期というか、ね、たくさんいらっしゃいますけども、どこが、まあ、同じ若手の若いメンバーで遊びに行くとしたらということかなと思うんですけど、どう、やっぱ富士急とかですかね。ああ、もうやっぱり普通にわーっとみんなで、はい、そうですね。そこは外せないかもしれないですね。はい。富士急がちょうどいいっていうか、まあ、富士急ですかね。乗れる、みんな乗れるか分かんないですけど。はいはいはい。まあでも、お化け屋敷とか行ったことないんで、まあちょっと同期で行ける機会あったらちょっと行ってみたいなっていうのはあります。いいですね。そこで度胸試しをして、あ、この人実はこういう性格だったんだとか、結構分かる部分もね、あるかもしれないし、ね、はい、そこはぜひ行って、なんかいい形でリポートをしていただきたいな、なんていうふうに思っちゃいますね。楽しみですね。では続いては VFKS39 編成さんと読みするのかな、ありがとうございます。昨シーズンの選手紹介映像では刀の刃先を舐める仕草をされていましたが、あれは本物の刀だったのでしょうか？舌が切れる可能性などへの恐怖はなかったですか、というこれ面白い質問ですね。刀、去年ね、もう皆さん刀を振ってらっしゃいましたけれども、 あの刀っていうのはどんなもんだったんですか？いや、でも本物ではなかったですね。模造刀っていうか、なんかそういう感じですかね。そうですね。はい、はいはいはい。まあ、すごいとこまで見てるなっていうふうに思ってますけど。いやー、あれをね、見るのが毎回試合前に非常に楽しみで、で、結構多分あれは本物の刀でないとしても重さはあったと思うんですよ。ずっしりしてましたか？そうですね。多分、してたと思います。でも、しっかりした刀ではあったと思います。はいはいはい。でもまあ、刃先はこうね、尖ってはなかったと思うんで、舌は切れる心配はなかったと。そうですね。そこは大丈夫だった。はい。そこは安全対策ですね。はい。はい、いや、今年もね、どんな選手紹介映像になるのかなというので、非常に楽しみなところでございます。続いては、萌香さんからです。大阪の菅井選手推し一家ですと、皆さんで応援されてるんですね。菅井選手のオフの一日の過ごし方を教えてくださいと、できれば円グラフでということだったんですが、なんか時系列に沿って、朝何時ぐらいに起きてこんなことをして夜何時に寝ますみたいな、そんなことを教えていただけますか？オフ、まあそうですね、まあでも基本的にはオフの日っていうのは8時からまあ9時くらいに起きて、はい、で
まあ午前中にまあ温泉行ったりとか、結構温泉でゆっくりする時もありますし、はい、まああとはまあカフェだったり、まあ外でまあグルメ巡りっていうか、外でやっぱご飯食べたりっていうのも好きなので、はい、まあそういうランチだったりとか行ったりとかして、まあゆっくりするっていう感じですかね。で、あとはもう、家に帰ってきて、まあストレッチしたりみたいな感じで、うん、まあまあ外に出たいなっていう時は出て、まあ家にいたい時は家にいるっていう感じですかね。はいはいはい。まあやはりご自身のリラックス、はい、リラックスというのが一番の目標、目的になると思いますが、ということはあんまり家で一日中何かゲームやるよとか、ビデオ、映画見てるよとか、そういう感じではなく、お出かけされることの方が多いですか？そうですね。まあ映画見たりっていうのもあるんですけど、まあ本当日によりますね。家にいる時もあれば、はい、まあ外に行ってそうやってまあご飯食べ行ったりとかっていうのはあるんで、まあ基本的に夜は結構早めにっていうか、まあ11時くらいにはもう寝るっていう感じですかね。はい、まあ、そこはね、やはり次の日基本午前中練習ありますもんね。体調に気を使いながら様々なことを楽しんでいらっしゃるという、ね、そんな菅井選手でした。今年もですね、いろいろな場面で本当に光るプレー期待しておりますので、頑張ってください。ありがとうございます。はい、この時間は背番号2番ディフェンダーの菅井秀弘選手のお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、前半ですね、4人の選手の、皆さんのお話を、インタビューをさせていただきましたけれどもね、菅井選手どんな温泉に行ってらっしゃるのかなというようなコメントもね来ていますね。よく行く温泉はどこでしょう。そうですね、こういうところ気になるところでしたね。はい、あとはですね、やはり富士急ハイランド、具体的なお名前が上がりましたけれどもね、戦慄迷宮おすすめです、なんていうコメントも届いています。いや、戦慄迷宮本当にあれ怖いですけれども、いろんな皆さんと一緒に行かれて、果たしてどんな感想になるのか気になりますね。あとですね、昨年も数字以上の活躍っぷりでしたと、これは本当にそうだと思います。数字というのはもちろん形で残るんですけれども、記録だけでなく記憶に残るプレー、菅井選手たくさん見せてくれましたよね。いや、山梨のね、本当にこうヴァンフォーレの顔になってもらいたいってあったりですね、もう本当にヴァンフォーレの至宝であるとか、そういった言葉、菅井選手のプレーを見て、皆さんも感じられること多いんじゃないかな。中央市の星なんていう言葉も届いていますね。はい、皆さん、期待度今年もとても高い、そんな菅井選手のお話を伺いました。ということでですね、これで前半のトークショーを終了させていただきたいと思いますけれども、この後はハーフタイムに、ね、入らせていただきたいと思います。ハーフタイムのイベントも盛りだくさんとなっていますので、ぜひこのまま皆さん続けて配信ご覧いただければと思いますけれども、私はここでちょっと一旦、おいとまさせていただきまして、代わりに橋爪アンバサダーにですねバトンタッチをさせていただきたいと思いますけれども、橋爪さんの準備は整ってらっしゃるでしょうかね。橋爪さん、いかがですか？この後橋爪さんによる、スペシャルタイムが、ね、行われる予定になっていますけど、あ、もうグーというね、今ちょっとサインが届いたんですけれども、橋爪さん、さあどうでしょうかね。ぜひこの後の橋爪さん、またね、橋爪さんの用意されたスペシャルゲストの方も今日ねいらっしゃるということで、大変楽しみなんですけれども、ハーフタイムはいつもまあ大抵結構裏話みたいなものがね、聞けるようになっていますけれどもね。橋爪さん、いかがでしょうか。画面が出てきましたら、そのままバトンタッチをさせていただきたいと思いますけれども、さあ今画面が切り替わりました。あ、すいません、ミュートでした、ごめんなさい。それではやっていきたいと思います。今日ゲストとして皆さんも告知しているので知ってると思いますが、田中裕介さんと岡弘樹さんに来ていただいてます。拍手はゼロです。今日はハーフタイムショーということで、裕介さんと岡くんをお招きしてるんですけど、皆さんコメントとかで裕介さんとか岡くんに聞きたいことどん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 コメントしてくれれば拾っていくので、ということでですね、じゃあゆうすけさんから一言ずつ
とりあえずもらってもいいですか、ハーフタイムショーなんで。はい、今年からアカデミーコーチになりました、田中悠介です。よろしくお願いします。どんな感じだ。はい、俺と習って紹介してる。まあいいや。はい、昨シーズン限りで引退しました青木宏樹です。よろしくお願いします。じゃあ、あの皆さん、あのコメントでどんどん聞きたいことをコメントしてくれればと思うんですけど、まあ、とりあえずあのじゃあコメントが来るまで僕からちょっと質問していきたいと思います。あの皆さん引退したわけですけど、現役引退してあのいい意味で嬉しかったことってあります？例えば僕だったら好きなご飯を食べれるとか、ああ、うん、そういうなんかいいこと、あと薬、好きな薬飲めるとか、うん、それってあれですよ。困ったな、これはハーフタイムショーでは流さないと。ドーピングがあるので市販の薬とかを、はい、飲めずにあの毎回ドクターとやり取りして薬をこれ大丈夫かっていうのを調べてもらってっていうのがあったんで、うん、そういうのなんかあります？僕は特にないですね。あ、なんかハンバーガー食べたとかないですか？は現役中も食べてたから。じゃああれですね、現役中もゆうすけさんクラスになるとハンバーガー食べても動けると。そうそうそう、はい。いや、これ岡くんあるんじゃないですか、たくさん。僕は、はい、特にないですね。話終わっちゃうよ。でも、ね、確かに、タシが言ってた好きなものを食べれるようになったから、油物とかなるべく控えてたから。花粉症の薬とかも引っかかるのかな。あ、花粉症の薬は引っかかるよね。引っかかるやつもありますし、強いやつはね、はい、強いやつがだから引っかかっちゃうんですよ。だリポビタン D とかも普通のリポビタン D はいいけど、ちょっと高いスーパーとか、うん、そういう感じのやつはちょっと危ないからやめといてくださいとか。だから花粉症の薬聞いてました？花粉症の人、はい、全く聞かない。そうなんですよね。でもサッカー選手結構多くない、花粉症の人。はい、だキャンプの時期とか結構大変ですよね。そう、マジみんな結構とかもらうもんね、薬、はい。だからステロイド入ってる、あの鼻スプレー使えないじゃないですか、うん、あれもただなんか水入れてんじゃないかなっていう。そんなことはないですよ。そんなことはないと、はい、すいませんでした。あのね、あの協力してもらっていいですか。あのもちろん僕はあの神戸さんみたいに回しはうまくないんですけど、協力じゃないですか、ここは。いや、まあちょっとなんかさ、変なこと言っちゃうとさ、ちょっとね、生配信だからさ、はい、ちょっと怖いじゃん、まだ。大丈夫、そしたら、あの、時戻せばいい。時を戻そう。時を戻そうってやれば、セーフなんで。安定の滑りじゃん。安定の滑りっていうのやってもらっていいですか。ちょっと、後で名前を覚えときますからね。しっかりと。覚えたところはどうにもなんないですけどね。はい、ということで、他に何か質問。ね、あの田中悠介コーチはどういうあだ名になりますか、田中コーチとか熊コーチみたいな。それ今ちょうど話したもんね。そうですね、ちょうど今話してて、悠介さん何のあだ名がいいと思います？岡くん、黒ひょう。黒ひょうコーチ。黒ひょうコーチ呼びずれ。黒ひょうコーチって来るんでしょ。話広げるの大変だよ、子供たちと。黒ひょうについて逆に何がいいとみんな思うんだろうね。うん、確かにね。サムサムが今一番ね、第一印象ですからね。ケッペス、なんでサムなんですか。ケッペスコーチ、拾いづらいな、これは。TRF のサム。サム、はい、ダンサーの、だあのスクールではダンスを教えるみたいです。まずコーディネーションとしてダンスが始まる。リズム感って大事だから、ダンスで DVD で撮ったの、そしたら、ダンスで45分、
サッカーのウォーミングアップを15分で終わりと。作る？はい。うん。そんなことないみたいです。はい。安定の滑り。そうですね。はい、安定の滑りです。大川君はこれからサッカー的なことは携わっていくんですか？サッカーはしません。はい、何も携わらない。はい。たまにお手伝いしたいと思っています。おお、じゃあ岡ひろきがキーパートレーニング講座、うん、いいじゃん、楽しそうじゃないですか、うん、なんか教えたい教えたいとかあります、うん、じゃねえよ、いや教えたいっていうのはあるよ、こういう技術ちょっと教えたいなみたいな、いやもう基本だけで大丈夫ですいやいやキーパーは基本だけ、キーパー基本だけ、基本しっかりしてれば何でもできるから、基本と身長、うん、いやもうトレーニングいらないじゃんさ、あんまり基本だけで応用はないと、応用はないそしたらこんなにプロで続けられないでしょ、うん、いや基本が大事、まあまあプロでも基本が大事と話が全然広がらないしっかりと守ってますね、あの、はい、岡さん最後に甲府と対戦した時どんな心境でしたか？どんな心境でしたか？ホームゲームですね。楽しかったですあのすごいね、コメントパンチングしたね、どうでしたね、ダメです、すごいね、うん、なになに、それで終わり、楽しかった、楽しかった、何も感じなかったですか？え、個性に戻ってきて、うん、不思議な感じがしましたよ、なんかね、いつもはあのバンホーレの、ね、サポーターに後押ししてもらってたのが対戦相手ですからね、はい、不思議な気持ちでしたじゃあ、あのでもあれじゃないですか、声出して応援はできないじゃないですか、あ、まあそっか、はい、そうだね、はい、風景が風景、風景、いつもさ、いつもとは逆じゃん、なんかホームとアウェイ、でも後半になった逆じゃん、まあそうだけどね勝手になんか応援されてるって思って戦ってたよ、勝手に、うん、じゃあ勘違いというか、栃木 FC のサポーターも、はい、バンホーレのサポーターも俺を応援してるって思ってということで、はい、自分に酔ってたみたいですね、はい、他に何かあります？話が広がらないと思いますそうなんですよ、岡君しっかりと自分のテリトリー守ってるんで、もう引退してるはずなのに、うまい、うまい、うまい、よもやよもやだこれあのハーフタイムショーなんよ、ね、トークしないの、ハーフタイムは休むところじゃん、そうそう、いや、みんな休みたい、今休んでるってことですか、皆さん、休みたい、お母さん、次の仕事はどんな感じなんでしょうか？次の仕事は、ちょっとあのね、サッカーと関係ない電気工事士を目指そうと思っています、おお、どこで？サプライズ、え、次あれじゃないの、電気工事で町の安全守るの、そういうことです、あー、すごい、どの町の安全、うまい、電気前、電気前、いや、うまくはない、うまくはないんよ、あの、無理やり感がすごい、本当、本当、そう、欲しいな、電気工事って例えばどんなことやるんですか？電気なんかイメージつかないよ ね、イメージつかないです、電気、いや、そう、こういう蛍光灯とかもそうだし、配線をつなげたり、増設したり、蛍光灯作るの？蛍光灯は、違います、はい、広がんね、あの電柱からね、線を引っ張って、うん、あ、電柱登るの、じゃあ、ゆくゆくは登ると思うよ、俺あれ電気工事士顔してますそれ喜んでいいのかな、どう、名前覚えてください後で電気工事顔の写真送りますじゃあゆうすけさんは逆に 何顔してます、何顔なんだろう、ちょんまげコーチ、あ、ちょんまげコーチ、いや、長いだから、いや、サムライ長いんだよね、曲げコーチ、曲げコーチ、チョンコーチかチョンコーチなんか言いづらい、曲げコーチ、はい、曲げコーチ、野人顔、野人顔ですね、そうですね、まあ、あの、ジャングルに住んでそうですもんね、こうまでね、ジャングル、高校までジャングル、高校までジャングル、高校までジャングル、ミスで高校卒業後に町に出てきた、町に出てきた、誰に
育てられた。ゴリラに育てられたでしょ。ゆうすけさんは山梨に帰れてお子さんは喜んでますかってスーパーチャットも来てます。ありがとうございます。 ありがとうございますちょっと個人情報ちょっと教えないんだけど。いやスーパーチャットだから返せ。そしたらそのお金返せよ。はい、でも喜んでると思います。本当は本当は本当は同じ小学校行くんですか。それいや個人情報だったらダメですか。いいじゃん同じ小学校に行くんだかどうか。あ、同じ小学校に行きます。なんちゃ出戻りってことですか。いや、出戻り。今言ってない。じゃあ、わかりました。なんでお二方ともセカンドキャリア、あの山梨を選んでるじゃないですか。俺は山梨とは言ってないけど、まだね。確かに知ってるけど、知ってるけど山梨を選んでるんですか。山梨を選んでるんですか。俺の面白いです。その、なんで山梨を選んだかっていう理由、はい、ちょっと教えてもらえるわ。なんとなくとかなしっすよ。ここはあの真面目に答えてる。じゃあゆうすけさん、今まで真面目じゃなかったみたいな。いや真面目じゃないでしょ今まで。はい、なんで選んだか。まあ4年間現役でやってきて、まあすごくこうね、応援を身近に感じたクラブだったし、まあ僕自身もね、トライアウトから、甲府に拾ってもらって、まあ、すごく、サッカー選手として、まあ、成長させてもらったクラブだったので、まあ、またそういう地でちょっとこうまたこう違う方法でこう恩返しができればなと思って、この地を選びました。なんで真面目になったら急に声のトーン一個違う。多分聞いてる人急にえ耳に近づけたのゆっくりをちょっと意識したから。ゆっくりでも高いと思うね。断髪式はいつですか。断髪式断髪式今やる。どう急な断髪式しちゃったら田中雄介感なくないですか。ないね。そうだね、はい、もう十何年12年ぐらい多分この髪型だしね。そうですね、うん、こだわりはないなし。いや、じゃあ聞いてじゃあ聞いてよもういい。いいよ。じゃあ次、岡君の時間だから。ごめん、はい、いいよ、どうぞ。じゃあ岡君、先ほどのゆうすけさん の、うん、あの反省を生かして、反省、あの声のトーンが落ちちゃう。ああ高いトーンで、はい、大きな声で、はい、張り切ってどうぞ。立ってもいいんじゃない。立ったらカメラ見るから。俺はもちろん橋爪にいつでも会えるから。そういうのじゃないね。そういうのじゃない。そういうのじゃないです。全然連絡来ないけどね。わかるわかる。だって今日何人だって引退してからもってか全然会ってないでしょ。連絡くれないから違う。ひどい。だって帰ってきてあったの。帰ってきてるのに全然連絡来てから会ってない。一日ですぐ帰っちゃったりとかして、あと謎にゆうすけさんにはいっぱい会ってる。富山でも一緒に行ったのに。あ、皆さんの引退試合しましょうって。やってください。やってください。俺不参加で。これ、いやいや、参加で。フィールドで。フィールドで。引退試合やりたいですね。なんかイベントとかで。イベントでね。うん。引退試合っていう感じじゃなくて。リニア、リニア開通した時に一緒にやる。いや、リニアに全部持ってかれるの。しかも、ずっと先だ。まだ先だね。だいぶ先だね。マサルさんとか、うん、ナリさん、オグさん。うん。で、たくまさんとかみんな呼んで、うんうん、やりましょう。何にも答えてない。だって森さんとかも言ってないでしょ。誰？森さん。ああ、確かに。で、ごめん、岡君、なんで山梨にセカンドキャリア戻ってきてくれたか。これ、あの真面目な。真面目な話はもう、本当お世話になったし、8年もお世話になって、はい、まあ、在籍で行ったら10年お世話になって、まあ、長くいたから、
か恩返ししたいなと思って、サッカーじゃないけどね、サッカーじゃないところでも恩返しはできると思って山梨を選びました。はい、皆さん、あの皆さんの欲しかったコメントだったでしょうか。さっきあの修理業者で岡さんが来てくれたらめちゃめちゃテンション上がるなってコメント来てました。あ、修理業者呼んでください、住所取ってください。で、個人情報お願いします。それこそ個人情報。でもあれですよ、今こうやって喋ってたら岡くんこうやって楽しく喋ってくれますけど、いざ実際に来たら、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、あ、これやってきました、はい、あ、ここにサインで、みたいになりそうですよ。あ、なりそうですよ。人見知り発揮する可能性がある。僕はおとなしいからね。はい、でももうおとなしいキャラ壊れてるからね、今のこの編集してもらおう。いや、ライブ全部流れてるから。え？じゃないわ、急に。いや、もうでもね、ゆうすけ面白いって来てますよ。ゆうすけさんなん。別にいいでしょ、ゆうすけ。ゆうすけさん、じゃあゆうすけさん面白いって、ありがとうございます。じゃあ、そうですね、他に皆さん何かありますか。スーパーチャットがさっきからたくさん来てます。ありがとうございます。はい、ゴルガンさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、スーパーチャット知らないですか。知らない、知らない。電気工事するのに。あの勉強中だから。今 YouTube で配信してるじゃないですか。そこに、はい、あのいいねみたいな感じで、はい、お金を送れるんですよ。そのことを投げ銭みたいな、スーパーチャットって言うんですけど、はい、これで一つ学びが増えましたね。はい。すごいあっさりしてますね。トレスロロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トレスロロさん、はい、本当にその読み方で合ってるんでしょうか。さっきからのゆうすけさんの断髪式はいつしますかっていう。そんなに見たいんだ。そのコメントがいっぱい。もう今やろうよ。そしたらあれですか、ゆうすけさんの髪切って、その紙オークションにかけましょうか。いらない。ヘアドネーションしよう。ヘアドネーション。あ、ヘアドネーション。何ヘアドネーション。あのその紙を再利用して、あのカツラとか作ったり、エクステ作ったり、それでエクステでいいじゃん、ゆうすけさん。自分の紙を自分につける。切って、また自分で。意味ないよ。そのスタイルにしたいときは自分でつけて。ちゃんと結んで。それ本当に笑ってる。愛想笑いがすごい。愛想笑いがすごい。お母さん天然ですね。天然。はい。今天然なところがあったみたいです。あった。はい。どこにあった。多分。よく言われる。見た目でしょうね。よく言われる。はい、質問来てまして、今でも交流がある甲府関連の選手はいますか。今でも交流がある。いや、それこそあれじゃないですか。岡くんは同期がいるじゃないですか。カラゾウ。はい。カラゾウとよく言いますよ。はい。甲府関連、カナゾウの選手。甲府関連、今の選手じゃなくて。あ、今の選手でも。カラゾウの佐藤和はよく甲府で。風呂とか行きましたよ。そうなんですよ。あ、これあれ、あのみんなが山梨に集まってお風呂に行ってるんですよ。去年とか、あの休みの日に3人が集まって、そうそう、一回コロナが落ち着いた時に、はい、お風呂行ってて、で誘われないんですよ俺。ね、おかしな話でしょこれ。誘ったよね。でもいや急なんよいつも。お二人ともお疲れ様でした。今後のご活躍も楽しみにしています。はい、さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはあれですか、あのもういいやってことですかね。あの
二人の話もういいや。あ、暇なサラリーマンさん、ありがとうございます。電気工事士資格頑張れ。ありがとうございます。伊藤純也によろしくお伝えください。私も第二種電気工事士持ってます。先輩です。伊藤純也は本当にどういうとこ。それは後でちょっと掘り下げるから。あの電気工事士としての先輩に、あ、はい、あ、教えてください。ということで、あの伊藤純也選手ね、今センス伊藤純也センス伊藤純也センスになったら伊藤純也選手、はい、はい、伊藤純也今あのね、すごいね、4戦連発、ね、あのシュートやばくなかった。どのシュート、あれでしょ、ボレーね、うん、ズドンね、うん、どうですか、なぜ伊藤純也くん、あ、すいません、あの一応伊藤純也関連で話してます。今、3人の吉田監督との思い出は何ですかという質問が来てます。あ、まあ3年前に僕甲府行った時に、辰馬さんとは同じマンションでした。確かに思い出深い。そこを言うんだ。それは個人情報じゃないの。あんだけ個人情報、個人情報、場所は言ってないからね。確かにね。いや、だけ、それだけ。うん、うん。岡君は俺、はい、俺、何その俺に振らないの。あとでちょっと辰馬さんに伝えておきます。辰馬さんが監督の時に一番試合に出ました。ありがとうございました。なんかさ、気持ちこもってます。僕はもうあのずっと辰馬さんに何橋何橋って言われてた、うん、ね、それはよく覚えてる、ね、俺があの橋何っつってちょろちょろパスしたらペロンやめろ、橋腹からパス出せっつって、これあの辰馬さんには見せないでください。いや今見てんじゃん、見てないで、もう来ます？まだ。危ねえ。これ終わったらすぐ帰んなきゃいけないとこだったよこれ。お、木田さん、ちょんまげコーチ、今年の動画の活躍を期待してます。ちょっと待って、ちょんまげ。もうちょんまげコーチだったの？いやもう今んとこあのちょんまげコーチです。あ、そうなの？はい。あ、頑張ります。ちょんまげコーチ。でもあれですよ、動画での活躍ですからね。確かに。ああそうなんですよね、2月から僕、アカデミーコーチになって、もう山梨いるんですけど、今のところやったのが、YouTube の配信と雪かきだけです、ね、あのそうですね、また今株式の方のチャンネルでやってるんですけど、ちょっとなんか今やってるのは社団の方の一般社団法人の方のバンフォーレのチャンネルで、あのいろいろ配信とかライブ配信もしてるんですけど、またコラボとかできたらいいなと思ってて、あのそっちの方ももしあれだったら覗いてもらえれば、あのゆうすけさんがなんかすごいらしからぬ格好して、はい、動画出てるんでぜひ見てください、はい、そこに岡くんも呼んでみます。そうだね、はい、いいですか、なんかなんかのキャラクター、あの僕が教えてた子供がすっごいでっかいゴールキーパーグローブ持ってきて、いやいやそれ何買ったの、キーパーグローブ買う人よくいるんですよ、あのやっぱ子供憧れるからキーパーに、ただもう明らかおかしな、こんなでかいグローブはめてて、それ、ね、自分で買ったのって聞いたら、岡選手にもらったって目輝かせて言ってて、コーチ練習始まる前までこのグローブつけてていいって言って一生懸命キーパーやってたんですよ。どういうあの仕組みをして子供のファンを取ったんですか。これつけてって言ってお金払ったの。ワイロ、逆にワイロ、ジュース買ってあげたんです。ジュース買ってあげてキーパーグローブをつけて岡選手にもらいました、岡選手すごいいい人でしたっていうのをいろいろ言ってほしいと。そう、非曲線、はい、どうぞ。でもすごい喜んでましたよやっぱり、うん、そうだから、はい、そう栃木の時に甲府と試合したじゃん、はい、
その時に見に来てて、それまで全然キーパーに興味なかったんだけど、その試合で急にキーパーやりたいって言い出したらしいよ。え、その同じ子？そうですよ、ね、同じ子。いやいや同じ子ですよね。同じ子だと思うんですけど、はい、え、待って待って、甲府と栃木の試合を見に来てキーパーやりたいって言い出しました。それは果たして岡君なのか。俺だと思うよ。なんでだって 1-2 で負けたけどね。甲府のファンだったらさ、やっぱ、うん、うん、けどなんか俺がすごい好きだ、好きになっちゃったんじゃない。どこに好きになったんでしょう。いや、岡西より岡でしょ。岡西より岡でしょってなったんじゃない、その試合。確かにね、うん、まあ、名前的にもほぼ一緒っすもんね、うんうん、で西はいらんっつって岡だけでいいって、うん、ってなったんじゃないかな。そこには自信があるんですね。岡西には勝ってるっていう自信が。それはあるってことでいいですか。岡西は勝ってます。いやいや、岡西勝ちとか負けとかじゃないじゃん。いや、自分で言ったよね。岡西より岡でしょって自分で言ったよ。その子が言ったんじゃないっていう。ああ、なるほど。もういいですか。もういいか。あれなんですよ、ハーフタイムで皆さん休んでるところなんで、うん、もう皆さんのトークはもう多分飽きてるんですよね、うん、早くハーフタイム抽選と。ハーフタイムなんて15分って思ってる人がさ、うん、長くねってなってるだろ。選手早く出せって、監督と選手早く出せって言って、もういいぞって、もういいよ、汗もいいぞって。じゃあ、最後一言ずつ締めてもらいたいんですけど、何しましょうね。今年のチームにそれぞれが期待すること。まあ、ゆうすけさんはチームの関係者として、岡くんは、まあ、その一サポーターとしてもありますし、まあ、所属してたチーム、このチームに期待することをお願いします。もう一回いきますね。じゃあ岡君からお願いします。はい、10年間お世話になりました。ありがとうございました。皆さんの応援が僕が11年間プレーできた原動力になったので本当に感謝しています。今年のヴァンフォーレに期待することはやはり J1 に昇格することだと思っているので、皆さんの応援が必ず必要となると思うので、これからも熱い応援をしていってください。ありがとうございました。そういえば正式に引退っていうのもまだ発信してなかったので、この場を借りて、18年間の、サッカー選手人生を、終えました。その中でも、ヴァンフォーレ甲府で過ごした4年間は、すごく良かったし、すごく18年の中でも印象に残ってます。皆さんのおかげで、ここまでサッカー選手を続けられました。本当にありがとうございます。そして今年の、チームには、必ず、J1 復帰っていうのを果たしてもらえるように、アカデミーコーチとして、少しでもサポートできればなと思います。ありがとうございます。はい、そうですね。そしたら2人の言葉からもあったように、やはり J1 昇格っていうのは今年チームに一番期待することですし、やっぱりその J1 に昇格することが今までたくさん支えてきてもらったサポーターの皆様に一番の恩返しになるというか感謝になると思いますので、僕たち精一杯選手が 100%120% 出せるようにサポートしてすごいいい環境を作っていきたいと思います。それでは、田中さんですね。田中雄介さん、岡弘樹さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、この時間橋爪アンバサダーそして田中雄介コーチ岡ひろきさんどうもありがとうございました。雄介さん僕も今年の夏にですね、ヘアドネーションしますんでよかったら一緒にやりませんかっていうふうに思いましたけれどもね、断髪式とか引退試合とか夢広がりますね。皆さん楽しくご覧いただけたと思います。ハーフタイム以上で終了です。どうもありがとうございました。さてですね、この時間は毎年開幕に合わせて実施してくださっております白馬ヴァンフォーレ甲府応援ドリームボックス、こちらのご紹介をしていただきたいと思います。商品のご紹介に株式会社白馬様より市場戦略本部カスタマーダイレクト部の部長長澤正明様にオンラインでお越しいただいております。長澤様よろしくお願いいたします。こんにちは、はじめまして、株式会社、白馬の、長澤です。よろしくお願いいたします。まずは、2020年開幕、誠におめでとうございます。躍進の年が、今始まる、興奮を、覚えております。私たち白馬も、一生懸命応援します。みんなで、駆け抜けていきましょう。早速ですが、今年もこのような、ヴァンフォーレ甲府応援ボックスを準備させていただきました。白馬の人気商品の、詰め合わせになっております。個人的にはこちらの初釜うどん、うどんを推します。白馬はもち麦とか、十六ご飯が代表商品ですが、初釜うどんは社員が選ぶ私のおすすめで、なんと第3位に、なった、美味しいうどんでございます。また今年はこの応援ボックス限定のオリジナル商品を、作りました。ヴァンフォーレ甲府のバン君と白馬のキャラクターバク君の、コラボハンドタオルになっております。白馬のキャラクターが入った商品は非常に、レアなのでぜひこの機会に見ていただきたいと思います。数量は、700個限定です。2月の25日から出荷を始めます。よろしくお願いいたします。そして、白馬商品で体の内を整えてスタジアムに足を運びましょう。今年も熱い戦い期待しています。お時間ありがとうございました。以上です。はい、長澤さんにお話を伺っているんですけれども、こちらの、ドリームボックスなんですがお買い求めいただくにはどうすればいいか改めて教えていただけますか。はい、こちらの、注文用紙、もございます。そちらの、皆さんと、お店舗に開放と一緒に、届くかと思いますけども、こちらに注文書とかも、入っておりますので、ぜひこちらでお求めいただけたらなと思います。また電話の方でも、受け付けて、おりますので、白馬のフリーコール、0120-089-890 までお電話いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、こちら700個限定ということですけれども、これはやはりお早めにお求めいただかないとという感じですよね。売り切れてしまいますよね。そうですね、はい、毎年大体いただける数を用意させていただいておるんですけども、はい、できれば早く、はい、お願いします。そうですね、はい、みんなで、美味しいもの白馬様の商品を食べて、そして健康になってさらにヴァンフォーレの後押しをしていけるような、そんな素敵な1年になっていければなと思います。ということでこの時間ですね、株式会社白馬市場戦略本部カスタマーディレクト部部長の長澤正明様にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ご調査ありがとうございました。失礼します。もうすでに、注文の方をね、こう、あ、大変だ、急がなきゃっていうような、ところになっていると思いますけれども、皆さんぜひお手元に、こちらの商品ですね、お買い求めいただければと思います。ではこの後ですね、バンクラブ会員限定ハーフタイム抽選会を行いたいと思います。今からバンクラブ会員の皆様の会員番号をもとに抽選をさせていただきます。当選者の方にはですね、株式会社白馬様そして水野株式会社様よりご提供いただきました商品を郵送にてお送りいたします。また個人情報保護の観点により当選番号のみの発表とさせていただきます。当選番号はこの後概要欄にも記載をさせていただきますのでご確認ください。それではですね、皆様、会員証またはご自身の会員番号が書かれた書類をお手元にご用意ください。
ゴールド会員の方は30から始まる番号、ふるさと会員は40、レギュラー会員は50、ジュニア会員はそれぞれ60から始まる8桁の番号となります。お手元に準備よろしいでしょうか。まずは株式会社白漠様ご提供のバンフォーレ甲府応援ドリームボックス、今ご紹介していただいたものですね。こちら5名様に当たります。当選されたバンクラブ会員の皆様はこちらです。さあいかがでしょうかね。はい、以上の皆様です。おめでとうございます。続きましてですね、水野株式会社様より豪華なウェアやタオルを5名様にプレゼントいたします。水野株式会社様よりプレゼントをされます豪華なウェアやタオル、当選された方こちらの会員番号の皆様です。おめでとうございます。でこちらの当選された会員番号、当選番号はこの後概要欄にも記載をいたしますので、そちらでもご確認ください。そして最後に選手サイン入りバンクラブ T シャツを1名様にプレゼントいたします。当選された方はこちらの会員番号の方です。おめでとうございます。当選をされました11名の会員様には後日クラブより商品を発送させていただきます。この後こちらの YouTube 概要欄にも当選番号を記載いたしますので、見逃してしまった方はご確認ください。またバンフォーレ甲府公式 Twitter にも当選番号を投稿いたしますので、そちらもチェックできるようになってますので、今見逃してしまった方は後ほどゆっくりとねご確認いただければと思います。この後ですね、また選手の皆さんのトークショーに入るんですけれども、さてさて、だいぶですね、ツイッターの、コメント欄なども、盛り上がっています。ハーフタイムのね、橋爪選手の、主催のといいますかトークショー、かなりねここでやはりチャット欄動きましたね。橋爪選手も、たくさん、ご紹介していただいたと思うんですけれども、それと同時に、スーパーチャット、投げ銭の方もたくさん入れていただきましてどうもありがとうございます。スーパーチャットですね、今から投げ銭をしたいよという方は、YouTube の、こちらのですねチャット欄の下の方に、右下の方にお金のマークがありますので、そちらをタップしていただいて、その後クレジットカード情報などを入れていただき投げ銭をしていただくことができますので、よろしかったらご協力をお願いいたします。本当にそのトークショーですね、ハーフタイムトークショー、皆さんいろいろな感想を持たれていると思うんですけれども、また皆さんの試合も見てみたいです。それぞれのご活躍を願っていますとか、3人とも第二の人生頑張ってください。またお疲れ様でした、お帰りなさい、よろしくお願いいたします、などですね温かいメッセージたくさん届いていますね。さらにですね、やっぱり橋爪選手頑張ったと、橋よかったよとかね、本当に橋面白いよ頑張れなどの橋爪選手、ご本人へのメッセージも届いています。今年はアンバサダーということで、橋爪さんがいろいろなところで、皆さんの前でね、こう一緒に交流をという場が増えるのではないかなと、もちろんコロナ禍ですのでなかなか直接というのは難しいかもしれないんですけれども、配信などを通して橋爪さんの、素敵な笑顔、そして面白いところね、たくさん伺えると思いますので、ぜひご期待いただければなというふうに思います。また抽選会も行われましたけれども、その前の白漠様のですね、ドリームボックスについてのところで、本当にですね今年も楽しみにしています、麦茶愛にしてますとか、そういった方のメッセージもたくさん入ってます。もち麦大好き、はい、いろいろなコメント皆さんどうもありがとうございます。でそれではですね、この後のコーナーに移りたいと思います。皆様お待ちかねの選手トークショー後半に入りたいと思います。直前の内容変更になりました、大変申し訳ございません。本来でしたら、全ての選手のお話とかを少しずつ伺えればというね、去年の方式で行きたかったんですが、コロナ禍ということで、それぞれ皆さん、ご自宅などからの、リモート出演をしていただくことになりました。今回もですね、よりすぐりの選手の皆さん3名の方にご登場いただきまして、各選手それぞれ約10分間のトークショーをさせていただきます。バンクラブ会員の皆様には事前に選手への質問を募集させていただいておりまして、ご応募いただいた質問の中から数名をピックアップし、この配信で選手の皆さんにお答えいただきます。なお本日登場されない選手へのご質問は後日バンクラブ公式ツイッターにて回答をさせていただきます。
質問が選ばれた方には選手よりニックネーム入りのサイン色紙後日プレゼントいたしますので、どうぞお楽しみにお待ちください。では後半のトップバッターの選手の方をお迎えしたいと思います。背番号33番ゴールキーパーの山内光大選手です。山内選手と、今リモートで、つながっているでしょうか。山内選手準備はよろしいでしょうか。まもなくですね、はい、今、入られましたかね。あ、よろしくお願いいたします。山内選手よろしくお願いします。はい、ではですね、まずはじめにご自身のニックネームなどを含めまして自己紹介をお願いいたします。背番号33番山内光大です。みんなからは、光大っていう風に呼ばれてます。はい、山内選手はもともとヴァンフォーレ下部組織だったということもありまして、以前も2種登録という形でトップチームに帯同されてたと思うんですけれども、今年いよいよ、大学生活を経て、正式にもうトップチーム、加入をされました。背番号33番を背負ってゴールキーパー4人目ですね。今年のヴァンフォーレ、今のところ4人の登録選手の方がいらっしゃいますけれども、4人目のゴールキーパー山内光大選手です。以前登録されていた時も、吉田監督の時でしたかね。吉田監督との接点以前からありますよね。はい、自分が2種登録してた時の、はい、監督が吉田達磨さんです。はい、吉田監督とまた、プレーをすることになりましたけれども、以前と比べて山内選手も、成長された部分たくさんあると思いますけれども、今年キャンプを通して、まず手応えとしてはいかがですか。手応えとしては、去年昨シーズンの終わりの方から特別指定選手としてチームの方に帯同させてもらったっていうのもあったので、最初から選手同士のコミュニケーションなどっていうところではあまり苦労は しなかったです。でプレーに対しても、プロのシュートスピードだったりっていうのは昨シーズンの練習の時からある程度イメージができていたので、そこに対する戸惑いともなく、1次キャンプ2次キャンプともに自分の課題に対して没頭して苦手克服に取り組む時間が、取り組めたので、そこは良かったなというふうに思います。山内選手にとっては、むしろプロの世界にまたもう一回帰ってきたというか、一度武者修行に出て大学の世界で揉まれて、またいよいよ戻ってくることができたという安心感とかもあると思うんですけれども、実際のところゴールキーパーやはりチームの中で一人しか実際フィールドに出ることができない、結構過酷なポジションのうちの一つにもなると思うんですけれども、今年山内選手、何かご自身の中での目標はどんなところがありますか。まず4人ゴールキーパーが4人いる、その中で1人しか出場するチャンスをもらえないっていう、厳しい中で、今シーズンまずは試合に1試合でも多く絡んでチームの勝利に貢献するっていうのをが大前提の課題として自分の中で掲げているところなんですけど、それ以外の3人になることも当然あると思うんですけど、その時にいかに自分の力を少しでもチームの勝利のために貢献できるように自分はどんな行動をしないといけないのかっていうところも自分の中では突き詰めてやっていきたいなというふうに思ってます。はい、もういつ出番が来るかわからないけれども、もうその出番に向けて絶えず万全の状態を整えておかなければいけないという部分、このあたりはまたメンタル面でもとても試される部分というか、そういったところもあると思うんですけれども、山内選手も、若い選手ながらとても落ち着きがあるなというふうに思うんですね。そこの部分においても入団会見の記者会見でもおっしゃってましたけれども、セービングをする際に何か派手なということではなくてというお話があったと思うんですけれども、堅実な確実なプレーというものをおそらく山内選手目指していると思いますが、セービングで結構派手に止めるとサポーターとかは割と盛り上がる部分もあると思うんですが、そこをあえて確実に、その見た目の派手さではなくてという部分を強調されていたところ、そこに山内選手のプレーに対する美学みたいなものがあると思いますが、ここを何かそういったことを考えるきっかけみたいなことって何かあったんでしょうか。まず一つとして、自分がアカデミーヴァンフォーレ甲府ユースの時に指導してくださった坂本武久ゴールキーパーコーチの方も、理想としてはやっぱり派手なゴールキーパーっていうのはあまり好まない方で、その裏付けには、
シューターに対しての正しいポジショニングだったりをしっかり取れていれば、大きなセーブもせず足を運んで正面でキャッチできるっていう、まあ、そういう根本的なところを坂本ゴールキーパーコーチに指導してくださったので、自分の中でそこはすごい大事にしているところで、まあ、そういうのもあって自分の中ではあまり派手な大きいセービングをするキーパーというよりもシューターに対して正しいポジショニングで、いい準備をして正面キャッチ、足を運んで正面キャッチをする、まあ、あまり目立たないですけどそういう地味なプレーができるキーパーが、まあ、いいキーパー、かっこいいキーパーだなっていうふうに自分の中では思っているので、まあ、そこを目指して自分もやっているところです。はい、もうこのあたりの視点はやはり実際プレーをされているプロの方だからこそというところだと思うので、大変目から鱗と言いますか、なるほどなというふうに山内選手のお話を聞いていて、僕はねとても関心をさせていただいたというか素晴らしいなというふうに思いました。そんな山内選手への質問もねたくさん届いていますのでご紹介をさせていただきたいと思います。森戸さんからです。プロサッカー選手になったなと実感した時はありますか、またどんな時ですかという質問なんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、プロサッカー選手になったなって実感は、まあ、まずと内定のリリースがチームや、まあ、新聞等で出た時に、まあ、周りの方々が、まあ、激励のメッセージだったりっていうのを、まあ、くれた時に、まあ、西登録の時とは、まあ、明らか違う量のたくさんのメッセージを、まあ、いただいたので、まあ、そこはそうですね、今から始まるんだなっていうふうに、まあ、強く思ったことはあります。うん、期待される声がとても多く山内選手のところに届いたと、これはでもやはり嬉しかったですよね。そうですね、まあ、素直に嬉しかったっていう気持ちと、まあ、あとはまあアカデミー、まあ、地元選手として、まあ、これから本当に覚悟を持って始めないといけないんだなっていうふうに、まあ、思わせてくれました。はい、また質問でですね、おとんちゃんさんから、新体制発表会では100点満点の、しっかりした受け答えをした山内選手、こういった受け答えができるのはこれまでの山内選手の指導者や周りの方々のおかげだと思いますと。これまでの人生で一番影響を受けた人はどなたですか、またその方のどんなところに惹かれ参考にしたいと思いますかという質問なんですが、今坂本さんのお名前も挙がりましたけれども、他にもこういった方たくさんいらっしゃると思いますけれども、どんな方がいらっしゃいましたか。そうですね、まあ、先ほど挙げたように、まあ、坂本ゴールキーパーコーチももちろんそうなんですけど、まあ、中学校のフォルトナー SC に所属してたんですけど、まあ、そこでお世話になった、まあ、スタッフ、まあ、監督皆川さんをはじめとする、まあ、ゴールキーパーコーチの、まあ、浅見修平さんっていう人もいるんですけど、まあ、その人や、まあ、自分に携わってくださったスタッフの方々には、まあ、とても影響を受けましたし、まあ、あとは一つ上の、まあ、菅井秀弘選手っていうのは、まあ、僕が中学校の時から一つ上の先輩として、まあ、常に、うん、まあ、正しい、まあ、すごい大人な対応をしている姿を、まあ、近くで見ていたので、まあ、そういった姿を見て、まあ、やっぱりかっこいいなっていうふうに思っていたので、まあ、自分も真似していこうかなっていうふうに思わせてくれたきっかけではあります。はい、同じ山梨出身で、そして同じチームでプロとして、プレーをしていけると、これ本当に奇跡的な確率なのかなというふうにも思うんですが、ポジションは違えど、またピッチ以外でも尊敬できる先輩ということなんですね。続いてはおさささんからです。高校時代に U18 に所属していましたが、他のチームや県外のチームなど U18 以外に進路で迷ったことはありますかということです。いかがでしょうか。迷ったことはあります、まあ、それこそ、まあ、高校サッカー、まあ、まず最初に高校サッカーにするのか、まあ、あとはユースアカデミーか JA クラブにするのかっていうところも、まあ、迷いましたし、まあ、あとは単純に県内にするのか県外にするのかっていうところで、まあ、いくつか悩んだ中で、まあ、バンフォーレ甲府アカデミーというものに、まあ、すごい自分自身魅力を感じたので、バンフォーレ甲府アカデミーを選びました。はい、これから生粋の山梨の人ということで、
またそこからゴールキーパーの世界でも、さらに上を目指していける選手、そんなに山内選手、どんどん上を目指していっていただきたいなと思いますので、本当に期待しております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。背番号33番ゴールキーパーの山内晃大選手のお話を伺いました。いや、やはりですね、山内選手試合で見たいぞというコメントも、出ておりますし、チャットの方でね、皆さんありがとうございます。頑張れ若草の星、山内選手頑張ってください、山内頑張って、などなど、ね、地元ということも含めて、とても期待が、ね、高まる選手です。ぜひ頑張っていただきたいなと思います。では続きましての選手の方をご紹介したいと思います。背番号4番ディフェンダーの山本秀臣選手です。山本選手準備よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。山本選手今ですね、ズームではつながっている状態だったんですけれども、間もなく、画像の方に届くと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、今、画面が来まして、これで多分、ね、もう少しでマイクがつながるところだと思うんですけれども、ちょっと今パソコンの、ね、設定をしているところかなと。山本秀臣選手ご自身のスタンバイおそらく整っていると思います。山本選手には、ね、もちろん質問も届いていますので、ぜひいろいろと答えていただければと思うんですが、ちょっと今、接続の方で出たり入ったり状態になってますね。もう少々お待ちくださいね。さあ、画面ではね、つながってるんですけれども。少々お待ちいただけますでしょうか。皆様申し訳ございません。これは、ちょっとですね、今、接続の方で、不具合が生じているようです。申し訳ございません。あ、山本秀臣選手、画面の方は来てるんですが、音が来てないですね。マイクのミュートの解除でしょうかね。そちらをしていただければ大丈夫だと思いますけれども。はい。画面の左下のところに、ミュートというボタンがあるので、それをですね、押していただけると多分マイクつながると思いますけれども。どうでしょうか。接続はね、確実につながっているんですけれども。で、ちょっと山本選手、厳しいようでしたら順番変えた方がいいのかな。どうしましょうかね。ちょっと今、私もですね、オンラインということで、別の場所におりますので、指示を、ね、待っている状態ではあるんですけれども、で、ミュートの解除ができれば、多分そのままいけるんじゃなかろうかというところですが、今、山本選手、一生懸命、ね、トライをしてくださっています。少々お待ちください。その間にも山本選手に対してですね、たくさんメッセージ届いていますね。近江選手、チームの精神的支柱として頑張ってくださいとか、近江さん今シーズンもお願いいたします、など、近江さん、ハートマークもたくさんついていますね。はい。さて、ちょっとですね、山本選手一度、ログアウトされましたので、順番、この後ですね、予定でした川田選手先にご出演いただきたいと思います。予定が変更になりました。申し訳ありません。川田選手つながっていますので、先にですね、川田選手のお話を伺いたいと思います。川田選手準備よろしいでしょうか。川田選手、今ね、イヤホンをつけていただいているところだと思いますけれども、川田選手のマイクがつながり次第、川田選手のお話を先に伺っていきたいと思います。川田選手も、はい、マイクのミュートの解除をしていただければ、即多分入れると思うんですが、
川田選手、今シーズンもお願いします。川ちゃん、今年も頼むよといろいろメッセージ届いています。あ、マイクつながったみたいですね。川田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでは、ゴールキーパー背番号1番川田晃平選手のお話を伺っていきたいと思うんですけれども、まずはまたですね、自己紹介ということで、あだ名などありましたら教えてください。お願いします。自己紹介、はい。川とか川ちゃんとか、あんま川田っていう人はいないですね。そうですよね、今ね、はい、なかなか、川田選手もだいぶ、ベテランの選手ということで、呼び捨てにするような選手の方は今なかなかいないのかなという感じですけれども、川ちゃんということで、皆さんからもね、かなり川田選手は寡黙なイメージもずっとね今までありまして、職人気質のね選手の方なのかなと思っていたら、昨年、三平選手の加入によって川田さんの魅力がさらに引き出されるという、とてもそのオフザピッチのところで川田選手はファンの方をさらに増やした、このキャリアでねずっと考えていきますと、ここまでずっとプレーをされてきたところもあった中で、いきなりそこでまた川田選手の魅力が爆発しているという、とても今面白い状況になっていると思うんですけれども、今年もキャンプで、三平選手たちとのね、愉快な時間があったと思いますけれども、またねコメント欄にも入っています、水切りですね、はい、今年は水切りは荒木選手がチャンピオンになりましたけれども、ああいったところでも本気で取り組まれている川田選手、すごい素敵だなと思います。今年のキャンプどうでしたか？イメージとしてはいかがでしたか？いや、すごいサッカーにおいては、充実できるキャンプになったと思います。はい、ご自身のコンディションとしても上々な感じですか？そうですね、いつもキャンプ離脱してたのでしっかりこなせて、いいコンディションで取り組めたかなと思います。はい、今年のヴァンフォーレキーパーの選手が今のところ4人登録されていますけれども、今直前にお話を伺っていました山内選手、参考にさせていただきたいリスペクトをしている選手の中で川田選手の名前も上がっていました。実際後輩から、慕われる、本当に目標とされるという川田選手になったんですけれども、そういった声が後輩から聞かれるというのは、これはやはり嬉しいことですか？いや、気使ってくれてるんじゃないですかね。いや、そんなことないと思いますよ。いや、実際問題、いや、はい、高台いろいろ聞いてくる時もあるので、はい、聞かれたら答えるようにしてるんですけど、そういう話し合って、はい、いながらじゃないですけど、そういうところで、自分からあんまり教えにっていう部分はないですけど、そういうところでお互いなんかいろんな刺激があればいいかなと思います。ああ、なるほど。そこは川田さんにとってもやはり勉強になるといいますか、プラスになるところがたくさんありそうだなというふうに感じていらっしゃるんですね。みんな考え方が違うと思うので、こう考えてるのかなとか、そういうところですかね。なるほど。同じポジションの中で、後輩の選手ね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、いや、そこでご自身が教えるということとプレーするということは全然違う部分があると思いますが、川田さんは今年の目標というところももちろんあると思いますし、また今後のサッカー人生においての目標というのもたくさんあると思うんですが、川田選手は最終的にどういったところに、どういった方になっていきたいかなと、サッカー人として今後の目標とかってどんなところがありますか？この目標ですか？はい、やっぱりキーパーで試合を決めれる部分っていうのはすごいあると思うので、そういうところは意識してやっていきたいと思いますけど、別に指導者になりたいという願望はないので、今のところそうなんですか。はい。はい。なので、今のところ現役中の目標しか持ってないというか、はい。はい、その後に監督になりたいとか、キーパーコーチになりたいまでは考えてはいない、っていう感じですかね。はい、
まあ、実際問題ゴールキーパーの方はある程度年齢を重ねてもプレーを、ね、ずっと続けられる方は非常に多いので、他のフィールドプレイヤーの方と比べて同じ年代でも将来のことに関する考え方とかちょっと違う部分もあるかもしれませんし、もう本当に川田選手にずっとですね甲府のゴールを守り続けていただきたいなと、心から思っております。そんな川田選手にももちろん質問が届いていますのでご紹介をさせていただきます。まずはじめにまさきさんからです。川田選手のように水切りが上手くなりたいです。やはりひたすら練習あるのみでしょうかと。水切りの影響力が非常に強いですね。山梨県内も川いろんなところにありますんで、これから何か、春とか夏にねお子さんと一緒に遊びたいという方も多いかもしれません。水切り、あれはコツはどんなところにあるんでしょうか。最初全然うまくいかなくて、はい、まあ、いろんな石をいろんな投げ方をして、まあ、コツをつかんできたので、はい、まあ、やっぱり投げる回数と投げ方をいろいろ変えてみて工夫してみてうまくいったって感じですかね。それ、はいはい、浦上は全然上達しなかったんでちょっとかわいそうな結果になってましたね。はい、一投一投何にも考えずに投げてるんだなって思いましたそうなんですか。村上選手と川田選手はやはりポジションが、ね、ディフェンダーとゴールキーパーですので近いところにいることが多いと思いますけれども、村上選手ただそれは水切りの問題であって実際普段の試合とかではすごく考えられてもちろんプレーはされているわけですよね。いや水切りで考えれなかったらサッカーも考えれないでしょうねあ、厳しいですね。そういうもんなんですか、まあ、やっぱセンスの問題ですね。なるほど、まあ、浦上選手は直感で、まあ、そういうところも実際に試合では求められる部分もあると思います。度胸という部分もね、いきなりもう一発本番でガーンと結果を出すとかそういうこともあると思いますので、そのあたりのコンビネーションというのもですね今年楽しみにしたいなと思っておりますけれども、続いてのご質問、たけちゃんさんからです。ホームゲームでの手拍子応援は選手たちの後押しになっていますか。またこんな応援をされたらモチベーションが上がるというものがあれば教えてくださいということなんですけれども、今手拍子が解禁になっていますのでかなり、まあ、手拍子が揃う瞬間というのが、まあ、セットプレーの瞬間であったりとか、また逆に相手チームのセットプレーの時にここ絶対守り切ろうぜというので手拍子のボルテージ一段階上がる時もあると思いますが、川田選手特にまあ、真後ろがゴール裏とかねそういう時もホームのゴール裏という時もありますので手拍子より多く届いていると思いますけれども力になっていますか、いかがですか。そうですね、無観客をやっぱり経験 してしまっているのでやっぱすごいサポーターが入って、まあ、声援はできないですけど、まあ、手拍子っていうのはすごく雰囲気も作ってくれるので、まあ、選手としてはすごいありがたいというかやりやすい環境だなと改めて思います。はい、もうここぞのタイミングでピタッと揃う手拍子、ね、今年もみんなで頑張っていきたいと思います。では続いておちおちさんからです。今シーズンのゴールキーパーは4人体制ですが、キーパーの選手以外で一番キーパーに合いそうな選手は誰ですかと。面白いご質問ですね。キーパーではないんだけれどもこの選手もしかして、まあ、身長とかねそういう問題はあるにせよキーパーやっててももしかしてこの人うまくいってたんじゃないかみたいな、そんな選手の方はヴァンフォーレで今いらっしゃいますかという質問です。いや小柳いなくなったんでね。そうですね、小柳選手が、ね、確かに実際にゴールを守られるという瞬間がありました、うん、はい、誰だろう、考えたことないですね。あーゴールキーパーに、はい、求められるスキルというか一番大切なものってどんなところなんでしょうか。いやまあやっぱ気持ちですかねあ気持ちの面での、なるほど、まあ、でもやっぱ体格がいるポジションなので、はい、まあ、ある程度でかくないとっていうのはやっぱりあると思うんですけど、そうなるとでかい選手が限られてくるので、まあ、リラとかですかね。あなるほど、そうですね、威圧感はありますね。うん、結構もう体で思いっきり止めてくれそうなそんな雰囲気ですけど、いや今年ねそういうことが
ないというシーズンにもちろんなっていただきたいんですけれども、まあ、試合っていうのは何かどういう風になるかわからない部分もありますので、本当にですね、怪我であったりとかいろいろなアクシデント、ないようにですね、皆さん頑張っていただきたいなと、川田選手も本当に、今年もまた充実の年にしていただければなと思っておりますので、また1年どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでこの時間、背番号1番ゴールキーパーの川田晃平選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、川田選手のお話を伺いました。川田選手、やはりありがとうございました。安定感ということで本当にですね、毎年毎年、守護神川田晃平、ね、こう川田選手がいてくださるからこそのヴァンフォーレ、たくさんあると思います。ですがそんな川田選手も、同じゴールキーパーの中での、競争を勝ち抜いてということになると思います。ぜひ、ね、ゴールキーパー4人の選手の皆さんで、協力し合ってになると思いますけれどもね、今年も活躍を期待させていただきたいと思います。では、続きましてで、再び、つないでみたいと思います。背番号4番ディフェンダーの山本英臣選手のお話を伺いたいと思うんですけれども、あ、山本さん準備よろしいですか。よろしくお願いいたします。すいませんでした。いや、どうでもいいです。よろしくお願いします。はい、あ、山本選手もね、今日はあの別の場所からということで、あのリモートでつないでいただいているんですけれども、もうレジェンドですね。甲府のレジェンド山本英臣選手です。もうあだ名はとかなんとかっていうのおかしいんですけれども、まずは自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。背番号4番の山本英臣です。あだ名は、オミって呼ばれてますもうそうですよね。オミさん、よろしくお願いいたします。今年も、バンフォーレでプレーをしてくださることになってとても嬉しく思っています。山本選手のご活躍、ピッチ内ピッチ外、いろいろなところでね、やはりこう大きな影響をいろんな選手に与えてくださっている、その選手だと思うんですけれども、選手だけではなくてサポーターの皆さんへの影響力も、大見さんはとても大きいんじゃないかなと。特にもうこれだけの在籍年数ですから、山本選手が若手の時代から、応援しているという、そういうサポーターさんも多いと思います。毎年毎年年齢を重ねてキャリアが重なっていくわけなんですけれども、いや、あの今年の目標ですね、毎年尾身さんの中できっとチームとしての目標とご自身としての目標がそれぞれあると思うんですが、ご自身の目標というところをですね、教えていただきたいんですが。そうですね、あのピッチの中でやっぱりチームにあの1年間しっかり貢献するように、まあ、努力したいなと思ってますけど。ピッチの中でですね、なるほど。あのピッチ外でのっていうお話を僕も今してしまったんですけれども、当然、尾身さんは現役の選手でいらっしゃいますので、ピッチ内での役割、ここですよね。あの今特にちょっとセンターバックの選手がいろいろと人数的な問題も含めてで、尾身さんの活躍の場というのが確実にこれは訪れるだろうなと思っているんですけれども、尾身さんとしてはポジションとしてはセンターバックの位置と、またあのボランチの位置両方、ね、あの兼任をされることも多いと思います。そして可変システム、昨年までもありまして、今年がそれがどの程度継続されていくのかというのは僕らにとっては蓋を開けないと分からないところですけれども、今一番得意とするポジションといいますか、ここがやっぱりいいなみたいなのはどこになるんでしょうか。まあ、あんまりポジションにこだわらないでやってこれたことが、はい、あの自分が長く現役を続けられているあの要因だと思ってるんで、あのしっかり監督に求められたところで、あの 100% やりたいと思ってますけど。はい、まあ、もともと大見さんサイドバックのポジションであったりとか、そういった時代もあって後ろの方ですよね、いろんなポジションを経験されて、それで視野が広がって、そこからまあ今のキャリアにつながっていると思うんですけれども、今はキャプテンという立場ではなくなりましたが、実際キャプテンである時とキャプテンでない時というのは何か意識が変わるものっていうのはあるんでしょうか。特には変わらないですけど、やっぱ新井亮平とか見てて、やっぱり自分もキャプテンやってたんで、あの大変そうだなっていう時は、あの少しだけ声かけるように、まあ、そういうふうにはしてますけど。はい、
もう何かスーパーバイザーのようなきっとそういったね、あの役割というところも求められているのではないかなというふうに思いますけれどもね、尾身さんに対しての質問ももちろんたくさん届いておりますので、その中からいくつかご紹介をさせていただきたいと思います。ねねママさんからです。一番在籍が長い尾身さんに質問です。今までのユニフォームで一番お気に入りのユニフォームはどの年のユニフォームですかというご質問ですが、すべて覚えているものですか、どうですか。まあある程度は覚えてますけどはいはい、もちろんそうでしょうけれども、ね、はい、そうですね、まあ、今年のユニフォームはどういうふうになるんだろうなとかっていうのがすごく毎年楽しみで、はい、はい、もちろん夏季限定ユニフォームとかもありますし、あ、そうですね、そこのユニフォームに袖を通すためにもっと頑張りたいなと思ってて、まあ本当に今年のユニフォームはこの間写真撮影で着させてもらったんですけど、はい、とってもかっこいいと思います、はい、うん、細かいところに武田菱があしらわれていて、それがラインのように見えていると、とってもね、デザインの芸があるなというふうに思ったんですが、ご自身の中でのキャリアで例えば昇格した年とか キャプテンに初めてなった年とか、そういう時のなんか印象がより強いとか、いや特にそういうことはなく毎年同じような印象ですとか、そのあたりはいかがでしょうか。長いことやらせてもらってるんで、一つのユニフォームにっていう思い出っていうよりは、本当に毎年毎年素晴らしいデザインを考えてくださって感謝しています。なるほど、ありがとうございます。では続いてのご質問です。たけちゃんさん、失礼しました、小橋さんからですね。さっきのことは考えずにヴァンフォーレ甲府を J1 に上げることだけを考えてプレーするのするとおっしゃっていましたが、ファンサポーターはもう一度尾身選手が J1 でプレーする姿を見たいと願っています。そんなサポーターの思いに応えるためにもまずは J1 に上がる必要がありますが、尾身選手から見て今年のヴァンフォーレ甲府のいいところとまだ足りないと思うところはどこでしょうかというご質問です。まあとても順調に来てると思うんですけど、まあ今怪我人が出たりとか、なかなか去年までだったら試合に関わってなかった選手もこれから試合に出ていかなきゃいけないので、そういう意味では一人一人の強い気持ちと、やっぱり公式戦になるとより集中力っていうのが求められると思うんで、まあ、そこは少し課題かなと思いますけど、手応えとしては今年はしっかりしたものが今の時点ではあります。はい、まあ、今年も日程的な都合でかなりまあ過密日程に近いようなところもたくさんあると思いますので、そこでまたチーム総力ですよね、チームとしての総合力というものが求められてくると思いますし、みんなが見えている方向が一つでないといけないってきっとチームってそういうものだと思いますが、今キャンプを終えた段階でもちろんここが完成形ということではなく、さらにここから上積みもあると尾身さん考えられていますよね、きっと。そうですね、吉田監督のもと自分たちのプレーすることっていうのはもうある程度こう整理されてきたんですけど、まあ、ここからもっともっとそこを高めて、さらに自分たちの武器っていうのをどんどん手に入れて、シーズン成長しながら戦っていきたいなと思います。はい、では最後のご質問です。細田博さんからです。いつの日にか山本選手のユニフォームにサインを入れていただき家宝にしたいと思っているのですが、サインをいただくときに名前を入れていただけますかというお願いはご迷惑になりますかという、そういうご質問ですね。はい、いや全然迷惑じゃないと思いますけど、はい、僕自身あんまり字が上手くないんで。あ、そうですか。そこだけ、はい、ご了承いただければ。はい、あ、今ファンサービスがねちょっといろいろと難しいところもありますけれども、そういったものがクリアになった暁にはじゃあ尾身さんとしてはもう別にそれは OK だよということですね。はい、ぜひ皆さんでは、尾身さんね気さくに対応してくださるということですので、お声掛けをいただいてお名前とか、いや本当家宝になると思います。さまざまな方が、甲府のレジェンド
というね、呼ばれ方をされるようになってきていまして、山本選手は、まだもちろん現役ですので、もう生ける伝説、リビングレジェンドだと思うんですけれども、本当に今年も、ピッチ内での、守備面、そしてまた前線への鋭いフィードですね、楽しみにしております。尾身さんにアシストがつくということが、きっとね、あると思いますので、ぜひぜひいろんな面でまた我々を楽しませていただければと思います。はい、1年間なかなかコロナ禍で大変な中ですけど、皆さんに笑顔を届けられるように全力尽くします。はい、どうもありがとうございます。この時間は、背番号4番ディフェンダーの山本英臣選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、ということで、今ね、3選手の、お話をこの時間お伺いしました。山内選手、川田選手、そして山本選手のお三方、いろいろなお話を伺うことができました。チャット欄にもですね、皆さんたくさんのメッセージをどうもありがとうございます。やはり尾身選手に対するね、熱いメッセージもたくさん届いています。今年も期待していますとか、対戦相手は厳しいけど、頭の8試合ですね、頭8戦スタートダッシュ決めてください。尾身さんありがとうございます、応援しています。また尾身さんのテレビ出演の言葉、胸にじんじん響きました。そうですね、尾身さん のインタビューのね、テレビの放送などもありまして、いろんなお話、やはりその経験から来るところとかも、たくさんあると思います。J1 昇格経験者というところも、プレッシャーに対する考え方とかも尾身さんからいろんな選手が学ぶところもあると思いますので、ぜひピッチ外でも、そしてもちろんピッチ内でも、今年も活躍を期待しております。ありがとうございました。盛り上がってまいりましたオンラインキックオフパーティーも、残りわずかとなってまいりましたけれども、佳境になってまいりました。最後にですね、来週に迫りましたリーグ開幕に向けて、監督の吉田達磨監督にですね、インタビューをしていきたいと思います。準備は整われたようですね。吉田監督にお話を伺います。吉田監督、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今年また、甲府に帰ってきていただきまして、とても嬉しく思っています。やはり前回の吉田さんが就任された時に、吉田監督ご自身の口からもメッセージとして残されていましたが、まあ、志半ばというか、非常に悔いの残る、やり残したこともたくさんあった部分での退任でしたので、まあ、そこからまたいよいよ戻ってきていただいて、そこを取り返し、さらにその上を目指していくという強い心意気で、今年帰ってきてくださったと思うんですけれども、まずはいろいろなところですでに語られているとは思うんですけれども、今年またヴァンフォーレ甲府の監督になられての今のお気持ち、キャンプを終えてというところもありますが、聞かせていただけますか。はい、まずはありがとうございます。まあ、帰ってこれて、あんまりこう言葉にするのは難しいんですけど、まあ、キャンプを終えて選手たちがとても集中して頑張ってくれることもあって、とても落ち着いていますし、で山梨に帰ってきて、さらに気持ちが落ち着きました。やっぱりよく知ってる場所というのもありますし、まあ、嫌いで離れた場所ではないので、好きな場所っていうか好きな土地であって、はい、そこに帰ってこれて、なんかとても落ち着いてます。はい、今までシンガポールで代表監督をされていまして、シンガポールでは単身赴任でいらっしゃいましたか。はい、一人で行ってました。はい、今はでは日本で、ご家族と一緒に生活されてるんですか。いや、今も一人で山梨にいるんですけど。はい、そうなんですか。まあそうなるとまたね、でもまあそうは言っても海外にいらっしゃるのと比べると、まあ日本国内ということもあって、気持ちの面でもだいぶ楽な部分といいますか、支えられる部分もあると思いますけれども、そのあたりはどうですか。監督にとってやはり力強い部分はありますか。いや、そうですね、やっぱり、まあ、コロナ禍でもあって、行き来が簡単ではなかったので、はい、行ったら行きっぱなしだし、はい、なかなかね。でここから、まあ、僕は千葉に自宅あるんですけど、はいはい、そう遠くもないですし、とはいえ、はい、シーズン始まればそんなに帰ることもないんですけど、はいはい、いや大変な、ね、中で、まあ、皆さんいろんな選手の方がね、そういった方もいると思いますが、ぜひ吉田監督とともに J1 に上がって、そして何か監督をこう
男にするじゃないですけれども、そういった心持ちで今年燃えているサポーターさん、もうね皆さんそうだと思うんですよね。本当に帰ってきてくださって嬉しいなと思うんですが、そんな吉田監督、いろいろなところですでにインタビューをねされていまして、橋爪さんとのインタビューもとても面白いので、皆さん YouTube でぜひご覧になっていただきたいんですが、今日はですね、吉田監督のまあサッカー感といいますか、吉田監督とサッカーとのつながりとか、そういったお話を伺っていきたいなと思っておりまして、監督のですね、今までのサッカー人生ちょっと振り返ってお話を伺いしたいんですが、まずサッカーを始められたきっかけってどんなところにあったんですか？ありきたりですけれども、兄貴がやっていて、はい、で小学校2年の時、2年生の時にサッカーとは出会ったんですけど、まあ、その時野球をメインでやってたので。あ、そうなんですね、はい。まあ、昭和ですからね、まだ、はい、はい。野球をやっていて、で小5になるタイミングでサッカーに切り替えました。野球をやめて、はい、まあ、そうしますと約サッカー人生がもうすぐ40年になろうかというところだと思うんですけれども、はい、さまざまなところでプレーをされて、そして指導者経験もある中でヴァンフォーレ、今年選んでいただきましたが、小学校でサッカーを始めて、まあ、おそらくそのまま学校で続けられて、その後、柏レイソルの下部組織に入られたということだと思います。そうですね、前身ですね、はい、はいはい。あ、レイソルになる前ですね、日立の時代ですか。日立、はい、はい。でそこから高卒で、そのままクラブチームに入られて、そして柏レイソルが、J リーグが始まって3年目ですかね、J に、加入することになり、そのままプロになったと。当時高卒でプロになるという選択肢というのはどんな感じだったんでしょうか？まあ、僕たちの時はちょうど93年に高校卒業したんですけど、まあ、大学に当時行く予定 で、はい、でそれをまあひっくり返してプロの道に入ったんですけれども、はい、プロ J リーグ元年でたくさんの高卒大卒選手がプロになった年だったんですね、はい、なので、まあ、僕もその流れでプロになるという道はあったんですけど、そうじゃなくて一度大学を選び、はい、ただやっぱりサッカーで勝負したいっていう気持ちが芽生え、で大学に断りを入れ、でプロになったって、ちょっと二転三転した中での、うん、はい、プロスタートだったんですね、はい。今も高卒の選手、たくさんいますし、そこから花開く選手もいれば、また、まあ、大学経由でというのもトレンドになっていますけれども、今と昔でその、まあ、J リーグというところにおいて育成っていうのはだいぶ違うものなんでしょうか？そうですね、やっぱり昔の当時の育成っていうのはやはり選手を経験された方々が自分の経験を持った指導をして選手を育成しようというところでしたけれど、今はそれだけではなくて指導理論も確立されていますし、指導体制も、あとは環境面、ハード面、全てがもう何もかもが進化している状況になっていると思います。はい、まあ、今でこそセカンドキャリアについての教育であったりとか、そういったこともね、 J 全体で行われているとか、もしも高校を卒業してそのままプロになって怪我などでね、残念ながら引退しなければいけなくなった時も、まあ、その後のことを考えていけるような体制があるということで、非常にね恵まれた環境になってきているのかなとも思いますが、当時吉田監督、まあ、そういったこともない中でいきなり飛び込んでいかれてでのプレッシャーかなりあったと思いますけれども、そのあたりはどうですか？プロの世界になるということでご自身の中で気持ちの面で変わったところとかもたくさんありましたか？いや、まあ、その時はまだ若かったですし、とにかくサッカーだけでこう生活ができる喜びの方が大きくて、後に来る不安とかそういったものは全く感じずにこの世界に入りましたけど、ただまあ現役やりながら僕の高校の同級生でサッカー部の同期のメンバー全員東海大学に進学したんですけど、はい、自分だけ大学に行かなかったので、でその大学の4年間を過ごせなかったというのは、しばらく指導者になってからも少しこうコンプレックスだったりしましたね。大学に行かなかった自分っていうのは、はい、今は全くなくなりましたけど、はい、うん、
さまざまなそのご経験が今、若手の選手を指導する上でとても、ね、大きな役割役に立っている部分もあると思いますし、またあのプロになって、柏レイソルがまた J に上がってで、まあ、その段階でおそらくチームメイトの方もいろんな先輩の方いらっしゃったと思うんですけれども、当時の柏といいますとやっぱりこう彼かのイメージ結構強かったんですが、元セレソン、あのプロになって元ブラジル代表の選手と一緒にプレーをするというのが、これはいかがでしたか。まあ、僕はまあ本当ただ一人の若造の中の一人だったんで、はい、一緒にプレーしたのは本当1試合、デビュー戦で1試合一緒にプレーしただけですけど、まあ、練習はもちろん、ね、一緒にやっていましたけど、はい、まあまああの、はい、画面の向こう側から来た人なので、うんうん、ちょっとこう不思議な感覚と、あとはもう本当に上手かったですよね、サッカーが。なるほど、ちょっとびっくりしましたよね。はい、はい、間近でそういった選手のプレーも見ながら、そしてチームメイトの方も今さまざまなクラブで監督であったり指導者であったりという方たくさんねいらっしゃると思うんですけれども、その中でも今ヴァンフォーレ関連で言いますと、谷さんとチームメイトだった時期があると思うんですが、はい、はい、谷さんの方が先輩に当たるわけですよね。はい、はい、あのまあ、以前、あの吉田監督のまあ、第1期の時もあって今もあって、まあ、谷さんもずっといらっしゃるわけですけれども、あのプライベートとかでも何か仲がいいとかそういうことももちろんあるんでしょうか。いやもう仲がいいっていうと年がだいぶ離れていて、はいはいはい、で谷さん当時あの代表の候補なんかにも入ったりしてたような選手で、そう、はい、仲がいいってことはないですけど、あのお世話にはなってました。なるほど、はい、そういう間柄で、でもなんかそれがまた今同じチームでというのもすごく、ね、不思議なご縁なんじゃないかなと思いますけれども、あの現役時代さまざまな先輩の方、柱谷さんであったりとか、本当にそうそうたるメンバーの中でプレーをされて、そしてチームの移籍もあり、吉田監督の選手としての最後のキャリアがシンガポールだったんですね。そうですね、はい、はい、ちょっとだけ、はい、であのまあ、シンガポールで、最終的に引退をされて、あの引退された年齢がおそらく20代後半だと思うんですけれども、結構あの年齢的に見たらまだできるんじゃないかなというような、そんな年齢ではあったんですけれども、あの何か引退をするという決意きっかけとかはどんなところがあったんですか。あの、まあ、本当おっしゃれるように続ける選択肢っていうのがあった中だったんですけど、あのもうコーチになるっていうのを決めていたので、選手になる前ですね、もう、はい、それ的には指導者コーチをやりたいっていうふうに思ってたので、はい、でもうそのモンテディオ山形で最後契約が満了になって、もうその現役の最後は外人としてちょっとプレーしてみたいなっていうことは考えてたので、特になんか、はい、迷いとかそういったものもなく、うん、そのまま、はい、引退をしました。なるほど。でそこから、指導者の道を歩まれて、本当にもう辰馬チルドレンと言われるような選手の方たくさん輩出をされています。そして、ついにシンガポールの代表監督にもなりで、まあ、ヴァンフォーレの後ということになりますけれども、前回の、ヴァンフォーレの第1期、吉田監督体制の時ですね、あの時に与えられていたミッションというのはかなりまあ難しいものも正直あったと思います。あのまあやり残したことというか、本当にね、あの目標というのが数字で決まっていますので、そこに向けてのご尽力されたことをもちろん我々は存じておりますけれども、前回一番きつかった部分というのはどんなところがありましたか。きつかったっていうのは、まあ、きついっていうことはあんまり感じなかったですけどね。ああそうなんですね。で、はい、うまくいかないっていうこともうまくいかないっていうことが少ないチームではあったんですけど、ただそれがこううまく、まあ、勝てないっていうところがまあきついといえばきつくてですね、はい、やっぱ点を取れなければ勝てないっていう、こう当たり前のサッカーの当然のところにあの毎回行き着くというか、はい、でやっぱ点を取れる選手が必要だっていうこともありましたし、はい、あの点を取るチャンスを作らなきゃいけないってこともありましたし、まあ、ただあのその中できついとは思わなかったですね、うんうん、うまくいかないってことも思わなかったですけど、はいはい、やりがいを感じてらっしゃって、おそらくご自身の中で、まあ、一度壊して作り直す部分もあれば継続していく部分もありというのは今年もおそらくそうだと思うんですけれども、そこであの理想とするサッカー像というものと今現実これを引き継がなきゃいけないというところをどのように掛け合わせていくかのさじ加減というのが、まあ、やはり新任の監督さんにとってはすごく、まあ、大切なミッションになると思うんですけれども、
まあ、今年の話になりますけれども、このあたりはまあ前回の時と比べて今回の方がおそらく若手の選手も多いというところで、僕らの勝手なイメージですけれども、やりやすさというのが前回より今回の方がもしかしてあるのかなとも思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。やりやすいやりにくいっていうのは本当にどっちも本当にないんですよね。はい。ただまあ、ね、選手の年齢層はおっしゃるように全く違っていて、はい、前回はもう7人かな、35歳以上の選手がいて、はい、で彼らは彼らの頭の良さであったり経験値であったり、あとは僕もかなり彼らに助けてもらったっていうところもあって、はい、それはそれでとてもやりがいのある面白い仕事だったんですけど、まあ、今回本当に選手が全く違う年齢層、本当に若いので、うん、反応も全然違いますし、はい、年がすごく離れているっていう印象はありますけれども、はい、やりやすいやりにくいはないです、はい、なるほど。まあ、それぞれ違った部分でやはり、まあ、課題も出てくるということで、まあ今年もね、どのようなチームになっているのか、早く開幕してほしいなと、あと1週間ですけれども楽しみにしておりますが、監督経験の中でのシンガポールでのお話も伺っていきたいと思います。シンガポールでの代表監督、まあ、代表ってすごいなと思うんですけれども、実際に結果も残されまして、今までのシンガポール代表と比べて明らかにまあ戦えるチームになったとか、いろいろな高評価、監督のもとにも、ね、耳にも入っていると思いますけれども、最初シンガポールに行った時と、今帰ってくる時というかね、退任されるタイミングでチームとしてはどんなところが大きく変わったみたいな、実感としてはどんなものがありましたか。そうですね、まあ、僕が行ってからもそんなに大した大きな何かこう優勝したとかそういうことはないんですけれども、ずっと良くない良くない、サッカーはダメだと、まあ、経済的にとても発展している国なので、はい、スポーツ、サッカー、特にマレー系と言われるマレー系の選手がプレーしているサッカーっていうのはこう社会的地位が高くなく、いつもこうお荷物のような扱われ方で、サッカー選手っていうのもそんなにこう地位が高くない、ところでありました。で、まあ、ただ代表はそのサッカーの地位が高くない中でも代表っていうのはもちろん注目されてますし、はい、選手たちも集めればいい選手たくさんいますし、そういった中で自信をつけていくというか、まあ、人間誰でもそうだと思うんですけど、まあ、僕もそうですし、まあ、ダメだダメだと言われているよりも君たちはできる、俺たちはできるんだって言ってやっていく方がいいと思います。で、まあ、それが2年半の活動を通じて形になってきたというか、自分たちができるということを信じられるようになったっていうのが一番なんか大きな違いかなと思います、はい、最初と出る時では、はいはい。まあ、そうなりますと監督の中でも選手のモチベーションを上げていくというか、まあ、モチベーターとしての部分、何かそのあたりでの学びといいますかね、そこもかなりではあったということでしょうか。はい、たくさんの学びがありました。代表チームで選手プライドは本当に高いですし、外人ですから、うん、納得いかないことは納得いかないですし、はい、はい、やりたくないことはやらないし、とてもコミュニケーションもストレートですし、隠したり忖度したりってないですから、はい、はい、その中で、まあ、僕もよりシンプルになりますし、いい悪いの丸罰も出さなければいけないですし、すぐに、そういう意味では自分自身も鍛えられましたし、とてもなんていうんですかね、考え方がシンプルになったと思います。はい、まあ、そこがまた今年のヴァンフォーレにもとても生かされる部分もあると思いますし、今年のヴァンフォーレの選手の皆さん、若手の選手も含めて、もうここ数年受け答えであったりとか、とても、まあ、クレバーな選手といいますか、社会的にもですね、こう礼儀がしっかりしていたりとか、そういった方とても多いと思うんですけれども、そういった選手たちの今年の、まあ、カラーですね、ディスカッションなどをしていく上で、今年の選手の皆さんってどんな特徴がありますか。主にどんな感じでしょうか。どうなんですかね、あんまり監督の前では本当の姿は見せなかったりもするし、はい、分からないですけど、でもすごいみんなまっすぐな印象です。綺麗な、はい、綺麗な選手たちだなと思ってます。
サッカーに対する姿勢がとても真摯な部分がね、皆さんから感じられますので、ぜひまた吉田監督のご指導のもと、そこからもう一皮むけていく選手というのがね、たくさん出ることを期待しております。質問も届いていますので、監督お答えいただければと思います。まずは美人和尚さんからです。今年はチーム内の様子がめちゃめちゃ楽しそうに見えますが、監督の目からご覧になっていかがでしょうか。その上で私たちサポーターにできることはどんなことですか、何がありますか、というご質問です。そうですね、僕の目から見て選手たちが楽しそうかっていうとちょっと比較対象がわからないんで難しいんですけど、ただのトレーニングも試合も全部全力で僕が与えるわけですけど何かを、はい、それに対してこう全てをクリアしてやろうというか全部出し切ってやろうっていうのは毎日、はい、今日の朝も感じましたし、とてもそういう意味では雰囲気っていうのはいいかなっていうふうに思ってます、はい、サポーターの皆さんは特にこのヴァンフォーレはもうそのものというか、はい、何をしていただくかとかっていうことじゃなくて、本当シンプルにそこにいていただけることが一番のサポートですし応援ですから、本当にそのまま今まで通りというか、はい、チームは愛しいつも、はい、横に隣にいてほしいなと思います。はい、では続いてのご質問です。ちかさんからです。幸福に戻ってきて密かに楽しみにしていること、行きたい場所や食べたいものなどはありますか、というご質問です。いや、食べたい場所、食べたいものというか行きたいお店がやっぱりいくつかあるんですけど、はい、もう本当にどこいう名詞になっちゃうんでなかなかね言えないんですけど、はい、はいはい、たくさんあります。お、飲食店さんですか。まあ、離れてからも、はい、飲食店がほぼ、はい、メインですね、はいはい、離れてからも何回か来たりしてたんで、あ、こっそり、そうですか、はいはい、あ、でもそうですね、吉田達馬さんが事務所にご挨拶にいらっしゃいましたとか、そういったものがオフィシャルから出ていたこともありましたし、はい、まあ、いろいろとね、おつながりが切れてないんだなというのは嬉しかったんですが、またそういった皆さんとの、ね、こう友情というか、そこを温めていく時間がまたね、今年結構日程的にしんどい部分もあると思いますけれども、監督もリラックスできる時間たくさん作れるといいですね。はい、はい、監督は普段オフの日というのはどういったことをされてストレス解消といいますかリフレッシュされてるんですか。オフはなんかすぐ終わっちゃうんですよね、なんか試合見たり、はい、大体まあでもサッカーから離れられないんで、どうしても来週が来ちゃうんで、はいはい、でまあ、シンガポールでロックダウンが長かったので、はいはい、ちょっと自分で料理始めたりとかはしましたけど、はい、こっちでもやろうかなと思ってます、はい、いいですね、美味しいお野菜とか多分たくさんヴァンフォーレ届くと思いますので、ぜひたくさん料理していただいて、何か写真とかねどっかでアップされたらいいなと思います、はい、では最後にタカさんからです。理想のチームはありますか、というお話なんですけれども、これが今現存のチームなのか、あるいは吉田監督の中でこういうチームが理想だよという姿なのか、これいろんな考え方があると思うんですけれども、何かお答えいただける範囲でどちらもお答えいただけたら嬉しいなと思うんですが、いかがでしょうか。理想ですか。なんかまあやっぱ選手がこのサッカーにのめり込んでやってれるという、あれこれ頭でたくさんのこと考えずにとにかく体を動かしてやれるっていうのが、まあ、自分自身もそういうサッカーをやってもらいたいなっていうのがずっとありますし、はい、ただね、そうは言ってもチームとして決めなければいけないこともたくさんあって、ただできるだけ選手がこう簡単に言えば躍動する、思い切ってプレーができるようなサッカーをしていきたいなと思っていて、ただまあ理想のチームって言われちゃうと今は特にはないんですけど、うん、はい、2005年4年456年ぐらいのアーセナルが一番好きなチームですね、はい、そのあたりのアーセナルは、なんだアンディとかいたような時代ですか。そうですね、アンディがいて、はいはいはい、ベルカンプがいてとか、ビエラが中盤やってピレスがいて、はい、はい、あの時代ですね、はい、
はい、それぞれの役割分担がしっかりしていながらも、まあ、個々の能力ももちろんこう高くみんなが尊重し合っているような、まあ、そういうチームだからこそ世界一の、ね、常連になったりとかいう部分があると思いますけれども、今年のヴァンフォーレこういうチームにしていきたいぜの躍動感という言葉が出たんですけれども、まあ、一番ここヴァンフォーレ今年皆さんに見てほしいという部分はどんなところになりそうですか？やっぱりその前に向かうっていうところですよね。はい、ボール持ってる時も奪った後も前を目指すっていうところ、そこと、まあ、スピードっていうところは今キャンプでも追求しているところで、まだまだもちろん道半ばですけれど、はい、スピード感を持って前に進むっていうこと、それはぜひチャレンジしたいですし見ていただきたいなと思います。はい、前へ向かう姿勢、今年のスローガンが躍進、もう何か本当に前へ進んでいこうという、ね、イメージがとても強い今のチーム体制になってきていると思います。本当に期待しておりますが、YouTube のですね、YouTube の、チャットの方でもちょっとご質問が来てまして、安弘さん、今村さんですね、吉田監督頑張っていきましょう、今年の意気込みを漢字一文字でお願いしますということなんですが、漢字一文字いかがでしょうか？漢字一文字、はい、なんだろう、躍進の躍ですかね。ああ、なるほど、はい、もうまさにスローガンの中の一文字、躍、いいですね。いや、もうここからで、もちろん監督の中で今年は J1 昇格、これが目標になりますけれども、ただ J1 昇格は決してゴールではないわけですよね。そうですね、はい、はい、J1 昇格をもちろん目指してそこに突き進んでいきながらというか、はい、上がってからもその壊れることのないのバンフォーレのサッカーっていうものを、はい、まあ、今まで、ね、前任の、伊藤明監督、はい、渋谷ヘッドコーチのもとで、作ってきたものを、まあ、僕はしっかりと引き継ぎ、そこから先に僕がいなくなってからもそこを続いていくようなものっていうのをしっかり残したいと思います。はい、ここから先の未来に向けて、共に歩んでいっていただける、本当に嬉しいことです。またもう一つだけ質問よろしかったらお答えいただきたいんですけれども、チャットの方で、大塚コーチはどんな方ですかと、大塚コーチもね、新たに加わってくださった方なので、サポーターさんにとってなかなかどんな方なのかなというのを知りたいところなんですけれども、いかがでしょうか？大塚コーチですか？はい、どんな方？いや、まず坊主です。そうですね、はい、僕付き合いもう20年30年になるんですけど、はい、同じ、はい、千葉の高校出身なんで、その、はいはいはい、髪型以外見たことないです。あ、一貫されてるんですね。は、はいはい、一貫したいい男ですね、はい、なるほど、ま、とても真面目です、はい、真面目で、はい、で、まあ、はい、いわゆる天然ですね。うーん、いいですね。何かそこも、すごいいろいろな化学反応が今年見られそうだなと思います。いやー、躍進に向けてホップ、ステップ、ジャンプがあるとすればもう今年ホップの年、そのホップの中で J1 昇格目指して、みんなで一つになっていければと思います。吉田監督、最後にご覧の皆さんに、メッセージをお願いできますか？はい、いつも応援ありがとうございます。皆様の応援、まあ、個性に来ていただける方も、そうではないファンの皆様も、本当に僕たちはいつも、ね、皆さんともにいるんだっていうことを本当に強く感じるクラブで、チームであるなと帰ってきて改めて思います。まあ、この躍進というスローガンのもと、僕たち、とにかく躍動する姿っていうのを皆様に、見て感じていただけるよう、すいません、イヤホン取れちゃいました。精一杯力の限り戦っていきたいと思いますので、共に一つでも多くの勝利をつかみ取れれば嬉しいです。1年間よろしくお願いいたします。はい、この時間は吉田達磨監督にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、吉田監督のお話を伺いました。本当に熱いメッセージをたくさん残して、くださいましたね。今年のヴァンフォーレ、いよいよ開幕間近です。吉田監督を中心に、様々な形で様々な、感動を、我々にくださると思います。今年も後押し頑張ってまいりましょう。そんな、ヴァンフォーレ甲府なんですけれども、 YouTube チャンネル、今日は皆さん YouTube でご覧いただいていると思いますけれどもね、まもなく YouTube の、チャンネル登録者数が1万人を迎えようとしております。チャンネル登録まだだよという方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。1万人に向けて間もなくのところです。ぜひ周りの方にもお声掛けいただければ嬉しいなと思っております。ということで、以上をもちましてヴァンフォーレ甲府キックオフパーティーお開きとさせていただきたいと思います。本当に皆さんたくさんのご感想などどうもありがとうございました。監督に対する拍手の、絵文字ですね、たくさんチャット欄にも、送っていただいていますね。はい、パチ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 と、監督のお話、皆さん心に響いたのではないかなと思います。投げ銭にも多くの方にご協力を賜りまして誠にありがとうございました。この投げ銭の機能ですね、スーパーチャット、こちらまだできますので、ぜひご協力いただければと思います。こちらはですね、チャット欄の、すぐ隣のところにですね、お金のマークがついていますので、そちらをタップしていただけますと、投げ銭ができるようになっております。こちらもクラブの強化資金につながっていきますので、よろしかったらご協力をお願いいたします。今シーズンの開幕戦は来週2月19日日曜日午後2時より、アウェーですね、アジアの岡山との対戦になります。ぜひ皆様の熱い応援をお願いいたします。現地に行かれる皆様はどうぞお気をつけてお出かけいただき、勝ち点3のお土産をお忘れなく持って帰ってきてくださいますようお願いいたします。現地に行かれない方はみんなでダゾーンに加入して、テレビやスマホ、タブレットから熱く応援しましょう。ダゾーンとは J リーグ全試合はもちろん、プロ野球、B リーグ、欧州サッカーなどの国内外130のプロスポーツが楽しめる世界最大のオンラインスポーツコンテンツです。画面の QR コード、今出てまいります。こちらからご加入をいただきますと、ヴァンフォーレ甲府へ、強化資金ですね、強化支援金が入ります。またすでにご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、ダゾーンの視聴料2月22日火曜日より値上げとなります。ですが、それまでのご加入でしたら年間視聴パスは 19,250 円、ね、これ据え置きでお入りいただけます。 19,250 円というのが今の据え置き価格の10ヶ月分の料金ということになるんですけれども、これで1年間視聴をすることができ、とてもお得です。こちらも画面の QR コードより登録を進めていただきまして、年間プランをご選択いただくことで視聴ができます。ですので、値上げ前日2月21日月曜日までが最もお得なプランとなっていますので、どうぞ皆さんご加入お早めにお願いいたします。またですね、これ月額でお払いお支払いしていただいている方も多いと思うんですけれども、月額の場合ですと2月22日を過ぎるとやはり値上げ後のお値段になりますので、ぜひ年間契約ですね、年間視聴パスを2月の21日までにお求めいただくのが一番お得ですので、こちらからダゾーンにご加入いただいてはいかがでしょうか。またバンクラブでは会員拡大大募集中ということですね。会員加入皆さんお待ちしております。一口大人3500円、ジュニアは900円から申し込みができ、特製バスタオルやリュックなどの豪華商品や、サポーター感謝デー、ファン感謝デーに参加できる権利など特典が盛りだくさんです。また10万円のゴールド会員では選手着用移動着や選手直筆サイン入り特製パネル、またスポンサー様賞金カタログなど超豪華商品や権利の特典が満載です。26,310 円、これがふるさとと語呂合わせて読めるんですけれども、こちらのふるさと応援会員の方には山梨の美味しいフルーツが自動的に届くサービスもあります。山梨を応援したい方必見のお得な会員です。画面に表示をされています QR コードを読み取り、専用ページをぜひご確認ください。またヴァンフォーレ甲府ではこれからも各種 SNS やインターネットを使った情報発信をしていきます。まずはこの YouTube チャンネル登録をお願いします。動画の視聴回数に応じてクラブにインセンティブが入りますので、ぜひたくさん動画を見てヴァンフォーレ甲府を身近に感じてください。 Twitter には現在ヴァンフォーレ甲府公式、一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブ公式、ヴァン君公式、
ワンクラブ公式、グッズアカウントアカデミー公式があります。皆さん全部フォローされていますか？こちらも QR コードを読み取って各アカウントを今すぐフォローしてください。またインスタグラムアカウントもあります。こちらのフォローもお願いいたします。広報おののセンス抜群な写真がずらり、選手やスタッフの皆様の日常の表情やトレーニングの様子がタイムリーに見られます。そして Facebook アカウントもありますので、いいねを押して登録をよろしくお願いいたします。最後、たくさんお知らせをさせていただきましたけれども、SNS でね、たくさんの展開をしておりますので、なかなかスタジアムに行きづらいよという方も多いと思いますけれども、実際行くだけではなくて、家にいながらも応援できたり楽しめるコンテンツ、目白押し、たくさんありますので、いろいろなところから応援する方法はあります。離れていっても心は一つです。YouTube チャンネル登録者数、まもなく1万人を迎えますので、ぜひこちらへの登録もよろしくお願いいたします。それではですね、このあたりで、配信終了をさせていただきたいと思います。本日は2022、ヴァンフォーレ甲府オンラインキックオフパーティーということで、ご参加そしてご視聴いただいた皆様、誠にありがとうございました。そしてチャット機能にチャットを送ってくださった皆さん、このチャットは、スタッフ、そして、選手の皆さんに届いていますので、またねこちらゆっくりみんな読ませていただくと思いますので、どうもありがとうございました。さらに投げ銭をしていただいた皆さんにも、心から感謝申し上げます。みんなで、いろいろなことを乗り越えていかなければいけない、今の日本ではあるんですけれども、サッカーから元気をもらって、そして、日常生活、我々ももっと、前を向いていけるような、そんな毎日、今年2022年もヴァンフォーレを通じて、期待して、そしてみんなで歩んでいきましょう。ということで、今日こちらの配信 MC ということで担当させていただきました、ヴァンフォーレ講演会会長の神戸斗真でした。本日はお付き合いどうもありがとうございました。また皆さんスタジアムでお会いしましょう。さようなら。スローガンは躍進。喜びと本当に幸せを感じております。よくないぞ。